一週間の時を経て、あの興奮が帰ってきた。オールナイト埼玉、いよいよファンファーレです。さあ、各パーソナリティゲートイン完了、スタートいたしました。あのね、はい、なんでしょう。春ってさ、うん、疲れない？いや、まあ疲れるよね。疲れます、疲れます。疲れ、もう俺さ、新年度さ、うん、もう始まってだいぶ経つじゃないですか。うん、経ちますよ。おめっちゃ疲れてんだけど今。いや、もう右に右に同じかもしれないですね。右にないですけどね。でもほらなあ、うん、なんかほらおばちゃんもさ、なんか、うん、忙しそうねとかってさっき打ち合わせで俺言ったじゃん。ああ、そう。そう。ね、したらね、忙しいんじゃないんですよとか言ってたじゃん。いや、そうなのよ。なんなのよ。なんだっけ、うん、一時期さ、なんていうの、天気痛でとかって話してたじゃないですか、頭痛が。あ、したした。あれね、天気痛じゃないんじゃないかっていうのが。うん、あ、おがちゃんがってこと？そうそう。あって、うん、それを検証がてら、うん、体質改善的なことをやってたんですよ。うん、なるほどね。そうで、何かっていうと、カフェイン取りすぎてたんじゃねえかっていう。あ、カフェイン中毒か。そうで、あ、なるほど。ほら、朝から、あ、要はてかね、夜ほら飲むじゃないですか、夜までね、コーヒーを例えば。夜まで飲むのね。あ、そうそうそう、要は食なんていうの、お茶の代わりにコーヒー飲むみたいな、ちょっと代謝が上がるみたいな、脂肪燃焼があるみたいな感じで、他の飲み物よりはね、多少あるから、そうそうそう、分かるよ、っていうのを聞いたから、それを飲んでたわけですよ。飲んでたね。で、そうするとカフェイン結構量取るじゃないですか、夜まで取って。取るね。寝てる間は取らないわけじゃないですか。寝てる間取らないね。要はそれでカフェイン切れで朝に頭痛が一番起こってたんじゃねえかっていう。あー、なるほど。そう、いつもはなんか気圧が良くないから、朝頭痛いんじゃねえかっていう、こう起きるときね、思ってたんだけど、よくよく考えると、カフェイン切れっていう。なるほどね。それじゃあさ、あれだよ、おばちゃん俺のこと笑えねえじゃねえか。そう、はい、俺のこと、いや、俺のこと散々アル中だの、アル中だの、ヤニ中だのって言ってたけどさ、ヤニ中は言ってないな、多分な。本当にニコチン中毒みたいなこと言いやがってさ。笑えねえじゃねえかよ。そう、それだから、ほら、あれ頭痛薬にもさ、カフェイン入ってんじゃん。入ってるよ。だから頭痛薬飲んで、要は回復してるようになってたけど、実はカフェイン摂取してて、カフェイン切れをカバーしてたみたいな。あれだよ、あれだよ、もう2人揃って薬物中毒じゃん。そんなわけねえわな。それは言い過ぎだけど。大丈夫。いや、でもさ、大丈夫かな。いや、でもさ、あんたどんだけ飲んでたのよ。どれぐらいが普通なんだろう。まず、いや、普通は分かんないけど、とりあえずおめえがどれぐらい飲んでたかって話だよ。でも1日コップで5、6は行ってたんじゃないですか。コップ？うん、普通に何杯とか。コーヒーカップじゃなくてってこと？いや、普通の、そう、まあ、コーヒーカップ、コーヒーカップというかマグカップみたいな感じですけど、そうコップ5杯だったらそんな多くねえじゃん。で、濃いんですよ、多分。ああ、そういうこと？ね、底が見えないみたいな。いや、でもコーヒーってほとんど底見えないだろう、だって。なんていうのかな、なんだろう、パワーポイントとかで、
濃さ、こう、なんていうの、四角形をさ、塗るじゃないですか、あの、塗りつぶし。塗りよ、うん、あれの透明度を、うん、例えば、なんていうの、焦げ茶、コーヒーで焦げ茶じゃない、うん、焦げ茶だね、うん。焦げ茶の透明度 60% ぐらいとするじゃないですか、うん、普段が。はいはいはい。うん、いや、ちょっと、なんていうの、なんていうのかな、スプーン、銀のスプーンをこう突っ込んでも、おうおう、ある程度こう枝じゃねえや、柄の部分が見えてる。あ、見えてる。ある程度。ある程度見えるじゃないですか、多分。一番下は見えなくても。まあまあ、まあ、まあ、そうかな。うん。で、それがもう、うん、なんていうの、完全不透明みたいな。透明度 0% みたいな感じで。ああ、もっとろっとろのコーヒーってこと？あ、そう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 。うん。あ、なんかエスプレッソでもないのにエスプレッソ状態みたいな、ね、あ、そうそうそう、粉、うん、粉をね、めっちゃ溶かしてね。あ、何、インスタントなの、あなた。あ、そう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 、ドリップじゃなくて。だってドリップだと薄いじゃないですか。いや、薄いとは限らないじゃないか。何言ってんの。いや、薄くなっちゃうんですよ、あれ。あれ薄くなっちゃうというかね。そら、お前入れ方が悪いからだよ。いやいや、まあまあまあ、それもあるかもしれないけど、うんうんうん、でもインスタントだったらいくらでもこう溶かせるだけ濃くなるじゃないですか。ああ、だ、よくないよそれ。そうそうそう、それをよくないやってたら、あの、うん、こうなってて、で今体質改善したら夜ちゃんと眠くなってて、うん、夜にあの、うん、台本が書き進められな、られなかったっていう。お前、いや、ほんとさ、いや、もういいやと俺思ってたの。うん、どうせ忙しいんだろうと思って、俺。うん。うん。違うんだよね。忙しいんだよ。そう。普通に眠かったよ。なんだよ。もう心配して損したよ、バカ野郎。まあ。健康的に過ごしてたかもしれない、よっぽど。ほんと心配して損した、もう。それでね、逆にこう、あれが良くなっちゃったんでね、あの、何が良くなったのよ。食欲がこう増しちゃったんでね。そうそうそう、そこが問題ですね。デトックスしたのはいいけど、デトックス的な感じになったのはいいけど、あの、ほら、うん、代謝を上げるためにやってたことが水の泡ってことだよね。そう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 、だってほら、胃をさ、結構刺激するじゃないですか、あれ、コーヒーも。ああ、そうよ。うん、そう、それがなくなっちゃったから、うんうん、代わりにこう左右とか飲むかみたいな感じで、あ、あがいてますけど、あ、そうかい。まあでも慣れればね。そう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 、慣れればね、うん、っていう理由だったんですよね。な、そういうことかい。そう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 。あ、そう。忙しさはね、抜けました本当に。あ、そうなのね、うん。そうだよ。俺逆だもん。忙しくって今。あら。忙しいっていうかさ、ね、やっぱほら、まだ体のリズムができてないわけ。あ、そうなの？できてない、できてない。だからほら、新年度のお仕事モードの体になってないのよ。はい、ああ、ああ、ああ。要するに、まだね、うん、うん。まだ打順一巡したばっかだから。なるほど。要は授業始まってからさ。あ、じゃあこれから4回裏の攻撃みたいな感じですか？そう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 。そんな感じなのよ、今、まだ。なるほどね。だから、新年度の1週間ってこういうものっていう感覚になってないわけ、俺、だから。初物のピッチャーをまだ、全然当たってないから。そう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 、だからもう、ようやく、ああ、全球種が見られたな、みたいな感じなの。なるほどね。うん、今そんな感じなのよ。たまにナックルとかありますからね。そう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 。おーみたいな。いや、だからさ、なんだみたいな感じ。なんだ、そう。だからさ、ほんと今日疲れ切ってて、しかも保護者会まであったもんだから、まあでも俺担任、今年も担任持ってないから、保護者会持ってないよ。持ってないの、うん、で、だ保護者会自体はそんなに忙しくないわけ。忙しくないけど、うんうん、ほら、副担任としてのそのサポートがいろいろあるじゃないですか。うんうんうん、体育館の片付けやってみたいなとかさ、あるじゃないですか。だから、そういうのもあったから、まあ、ものすごい、ああ、今日疲れたなと思って帰ってきたわけですよ。うん。ね？ほんでさ、でもさ、もうこれからね、放送始まるし、今日はほら、二人でやるから、つって、はいはい、うん、やべやべ、テンション上げなきゃと思ったわけ、俺。うん。で、テンション上げるためにさ、俺ほら、競馬実況好きじゃないですか。
うん、だからあのなんかこうね、あの好きな競馬実況でも聞いてこうなんだあの気分上げ上げでいこうと思ったわけよ。はいはい、そんでそのでたまたまその YouTube で見たやつがもうそれが間違ってたんだけど、うん、あのね、名馬の引退レース実況集みたいなやつ見てそしたらさ、そしたらさもう感動してさボロ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 なっちゃってさ俺さ逆にダウナーになっちゃったみたいなやばいやばいいかん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 ダメだこれじゃダメだみたいな感じでそれであのちょっと作業に没頭してたらあの打ち合わせに遅刻するっていうね全然トレインなりだし そんなね感じの、そんな2人やってますけどね。そんな2人で今日はお送りしたいと思いますということでタイトルコールいってみましょう。岡ちゃんと帝のオールナイト埼玉。そんなわけでコーヒーに代わる、はい、飲み物を探しております岡ちゃんですもう最近さ岡ちゃんが言うのに関して俺笑っちゃうんだよねなんかねちょっとこれここね笑いを取る一言必要なのかなと思っていや取ってくじゃないですかなんかまあ取ってくよねそうそうそう、はい、取ってくよねはいということで最近ウマ娘だけではなくて競馬にもハマりつつあります帝ですもうねそうですよ馬の話ですよもうねもうね馬娘から案の定競馬の本物の競馬の方に行きましたよねまだ行ってないの あの かけというかなんていうの競馬のああ馬券は買ってない馬券は馬券は買ってないんだうん馬券は買ってない、うん、やったことあるんですかあ1回だけね馬券買ったのあそうなんだ、うん、1回だけですよ、うん、自分ないなそうそうそう、うん、ずっと見る線ですね僕はあそうなんですねうん、だからあの前も軽くは見てたのよ、うんうん、たまにね、うんうん、まあそのなんていうの、 あのでっかいレースねあの、うん、まあ、あの年末の有馬記念とか、はいはい、あのまあ、そういうのは見てたけど、うん、だけど最近あれだもん毎週だもん日曜競馬やってますからね日曜競馬あのBS11 の日曜競馬あフジテレビとかもやってるかったっけあそう、うん、あのその話さあのセカンドでやろうあのとりあえずテイクレ行こうよあ、はい、うん、じゃあ改めて、はい、豚もおだてりゃ木に登る、うん、究極の素人ラジオオールナイト埼玉この番組は埼玉市を拠点に生活するおがちゃんと帝さんがそれぞれの自宅もしくはサテライトスタジオキーステーションにオンライン会議ツールズームとライブ配信ツールフェイスブックライブを使って全世界生放送でお送りしております、うん、なお約1日遅れでオンエア曲をカットしたバージョンを YouTube でアップしますのでそちらもぜひお楽しみにはい今夜も楽しいコーナー目白押しでお送りしてまいりましょうそれでは本日のコーナー紹介を今言ったばっかりだけどおがちゃんからお願いしますはい、まずいつものマスタークのマスターピースいつもありがとうございますありがとうございます、はいはい、お送りした後21時40分過ぎからは久々ですね、うん、おまんずヘッドライオンおー久々ちょっと雰囲気が変わりますが久々のコーナーそうだね前はただあの一方的に流して終わりだったそうそうそうはいどうでもいいんですよねそうちょっとリニューアルですねはい、はい、そうですねこれまでと同じようにどうでもいいニュースをピックアップして持ってきておりますので、はい2人とあとはねあの、うん、お聞きのリスナーさんにも突っ込んでもらってそうですね、はい、いければと思いますうん、いやもう本当にね前は垂れ流しただけだったんですけども今回はあのちゃんとコメントがつくってことですねそうですね、はい、本当にはい、うん、ということで、まあ、どうなることか、我々もあのやってる我々も楽しみですこれ何が出るか分かりません何が出るか分かりませんはい、ということで次のコーナーははい帝さんですよこれ俺だっけ、うん、あ俺だ俺だごめん一個先見てたごめん一個先見てたごめんなさいはい続いて22時頃からはラジオ飯テロプロジェクトイエーイ飯テロですよそうですよドカン夜食がそろそろ欲しくなる時間に破壊力抜群な飯テロ爆弾をこれでもかとお見舞いしてやるぞはいということでございましてですねリスナーの皆さんお腹を空かせてお待ちくださいませはいということですけども本当にね、うん、もう
腹減るもんな。そうだよ。あね、コーヒーやめたら腹減っちゃったっていう、ね。本当だよね。本当だね。左右とかね、皆さんのダイエット法をじゃあ聞こうかなと思いますけどね。そうですね。飯テロやっときながらそんなことを聞くっていうことですね。否定番組だなおよこれ。いや、はい、美味しいもの食べて。あのね、そうね、ダイエットして太らないみたいなのがね、一番いいんですよ、多分。まあそうですね、うん、どんだけ食べてもゼロカロリーですからね。そうそうそう、ゼロカロリーするためにね、帳尻合わせないといけないですから、帳尻合わせないといけないですからね。はい、ということで次のコーナーは今度こそおかちゃん、お願いします。はい、そして22時25分頃からは埼玉市民球場ネット裏です。はい、来ました、埼玉市民球場ネット裏。プロ野球もね、開幕して、もう1ヶ月弱ですか。もうそうですね、はい。各チームね、戦力差出てきたりとか、うん、むしろね、うん、団子になってたりとかしますけどね。なんか、例年以上になんだかよくわかんない展開になってますよね。そうですね。はい、各チームの状況と印象に残った試合などを話していきたいと思います。はい。はい。てなわけで、はい、今夜もミニコーナーを含めた豪華4本立てで、ゆるっとお送りいたします。はい、続けて今週の選曲テーマですが、はい、物世界の大きさを感じようでお願いします。すごいね、それは壮大ですね。すごいねって俺が考えたんだけどね。今日が4月22日がアースデイ、アースデイ、ね、はい、まあ地球、はい、地球の日ですね。そうですね、はい、はい、ということなんで、地球に感謝し行動する日、そうなんだって。もう地球に感謝して行動する日に俺は競馬実況を聞いてるっていうわけのわからないことだったんですけど。いやもうね、あの地球環境を感じてますからね。ね、緑のターフでね。っていうことですけど。はい、はい、はい、ということで。まだまだね。ええ、はい、まだまだ。こちらの皆様からのリクエスト曲もお待ちしておりますので、うん、どしどしお寄せくださいませ。はい、ということで、もうリクエスト曲も含めまして、投稿の宛先はいつもの Google フォームですが、当番組の公式 Twitter の DM、 公式インスタの DM、 それから YouTube 公式チャンネルに上がっているアーカイブ動画にコメントでお寄せいただいても結構です。 Zoom でお聞きの方はチャットに、 Facebook Live でお聞きの方はコメント欄に URL が上がっております。投稿が採用された方には番組特製ハンコステッカーをお送りいたしますので、ステッカーが欲しいよという方は連絡先、氏名のご記入もお忘れなく、こちらのフォームまたは公式ツイッターアカウントの DM などにどしどし投稿をよろしくお願いいたしますということですけれどもですね、はい、まあプレゼントクイズのあれも3人しか応募なかったですからね、もう寂しい限りでございますよ、本当に。まあね、低速数は満たしたということでね。低速数前さ、そういうさ、そういうものをぶっ込んでくんなよ。だから、まあ確かに明日また選挙ですけどね、投票日ですけど。ね。うん、いやね。ね。まあ主に。いる人は行くんだぞということでね。まあまあ、主に議会の選挙ですからね、明日はね。そうだね。はい。ということで、改めてですね、投稿の方お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、お待ちしてます。今週の選曲テーマはこの世界の大きさを感じよう。1曲目にお届けするのは1990年代末に大活躍したシンガーソングライター、中西圭三さんの曲で君のいる星。はい、聞いていただいております、中西圭三さんで君のいる星ですけれども、うん、まあ聞いたことないでしょうね。いい曲でね、これね。いや、いい曲なのよ。そうそう、うん、入りもね、いいっすね、やっぱ。うん、あのね、もういかにも中西圭三って感じがするのよ。いかにもなんだ。いかにもなんですよ。うん、うん、すんごい流行ったのね、あの、いや、てか、中西圭三さん自身のヒット曲っていうのはそんなに多くないんだけど、実を言うと。あ、そうなのね。この人、もともとはさ、その、ライターとして、あの、人に曲提供してた人なんですよ、この人。あー、なるほど、なるほど。うん。まあ、要するにソングメーカーの方だったんですけど、はいはいはい、うん、で自分でも歌ってヒット飛ばしてみたいな感じですね。ああ、はあ、はあ、うん、いいえ、うん、であのほら、エグジャイルがさ、あのカバーしたさ、あの、はいはい、チューチュートレインっていう曲あるじゃん。あ、チューチュートレイン、はい、うん、あれ作ったの中西圭三さんだからね。あ、そうなんだ。そうだよ、うん、へえ。で、エグジャイルの前が、あの、ズーっていうダンスユニットが、はいはい。歌ってたのよ、あれ。
あ、そうなんね。そうよ。EXILE がメインかと思ってた。うん、違う。あれカバーだから。あれもカバーなのね。そう。で、それを、そのZOOに、チューチュートレインを提供したのが、中西圭三さんで。はいはいはい。うん、でその直後ぐらいにその自分の曲もヒットしだしてっていう感じなのよ、うん、だからこの曲もすんごいね、ああもう中西圭三ミュージックだなって感じなのよ、すんごい、はいはいはい、うん、でやっぱこれはその、まあ、曲調よりはどっちかっていうとその、まあ、やっぱタイトルよね、うんうん、君のいる星っていうさ、そうね、うん、ね、その君のいる星がいいっていうのはさ、なんかちょっと深いじゃん。確かに。うん。ね。うん、まあそんな感じでこれを1曲目に持ってきたということでございました。確かにね、君のいる星。まあね、孤輪制とかもありましたからね、昔ね。まあな、まあな。今ちゃんと大学生で頑張ってますからね。そうですね。すごいね。受かったもんね。ね、すごいですよね。白百合ね。はい。ということで聞いていただきました、中西圭三さんで君のいる星でした。はい、ということでございましてですね、こういう感じでね、うん、2時間お送りしますけどね、こんな感じで、うん、本当に多分どうでもいい話が、どうでもいい話よね、乗っかって乗っかってみたいな感じになりますけど、ね、しかも台本書き換わってんじゃねえか俺いやだってほら競馬の話したいって言ってたじゃないですか。いやそうだけどさ、台本書き換えてまでって思ったけど、まあまあ、あ、いいや、うん、まあまあいいよ。で、いや、だからさ、うん、さっきほら、日曜競馬、フジテレビでもやってるって言ってたでしょ、うん、あのね、俺ね、いや、俺も最初、両方でやってると思ってたの。はいはい。違うんだよ、あれ。え、違うんですか？あのね、BS11 でやってる、その日曜競馬、は、富士が中継している間はやってないの。え、あ、そうなんすか。うん。だやっぱそれ放映権の問題なんだろうと思う、多分。へえ。だからその日のメインレース、うん、その日のメインレースの放映権は富士と関西テレビ、要するに富士系列が持ってる。あ、まあそうだろうね。でそれ以外のレースしか多分 BS11 はできないの。あらら。だからそういうことなんだ。そう、うん、第1部つって3時前まで第1部つって BS11 でやってるのね。はいはい。で3時になると富士になるの。そう、3時ぐらいに始まるイメージあるからね。そうで3時からあれ1時間ぐらいで、はあはあ、うん、富士でやって、で4時から日曜競馬第2部が始まるわけ。あ、そうなんですね。そう知らんかった。いや俺もBS11 で競馬見るようになって初めて知ったんですよ。ああ、そうっすね、そうっすね。うん。だから今までは、だから富士しか見てなかったから、俺。うんうんうん。うん、っていうのは、だからメインレースにしか興味がなかったからだけど。まあね、確かに。メインしか知らないですからね、基本。まあ、メインも知らないかもしれないけど。うん、うん、普通はね。そう。うん、で、だから、まあそんな感じでやってたわけ。見てたわけ、見てて気づいたわけよ。その、まあ、BS11 はさ、東幹久さんがさ、あれですから、司会ですから。ああ、そっか、うん。そうなんだ。そう、東幹久なんですよ。へえ。うん。ね、で、ほら、富士の方は、あれじゃん、今シーズンから、ほら、元女流棋士だった、棋士って、囲碁の方ね。あ、囲碁ね。うん、竹俣紅あなたの。ああ、うん。なのよ。そうなんだ。あと、大悟ね。はいはいはい。うん。なんだけどさ。はいはい。おー、面白いなと思って。まあまあ、そっちはそれ別にいいんだけど、うんうん。まあ、やっぱね、面白い、やっぱ競馬面白いなと思った。やっぱ。そうっすね。そうっすね。面白いと思って。ああ、すごかったのよ、この間のさ、この間の日曜日、皐月賞だったわけですよ。うん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 。うん、クラシック、クラシック三冠レースの一発目ですよ。普通の人、クラシックって言っても分かんないから。分かんないよね、分かんないよね。2-1 とか、なんだっけ、重賞ぐらいしか分かんない。重賞も分かんないけどね、聞いたことあるぐらい。うん、まあ、全部 G1 なんですよ、クラシックレースっていうのは。はいはい、サンサイバー。うん、3歳馬しか出られないレースがクラシック3冠レースなんですよ。なるほど。うん、で、
皐月賞が一番最初でしょ、うん、で、2つ目があの東京優駿ですね、あの日本ダービーってやつ。ああ、うん、で最後が秋の菊花賞ですよ。あ、菊花賞聞いたことある、うんね、で一方で、まあ、それはあのボバしか出られないけど、オス馬しか出られないわけね。で、牝馬、メス馬、女馬ですね。はい、その牝馬の、三冠レースっていうのもある。へえ、うん、まあまあ、ティアラ路線って言ったりするんだけど、要は、で春、一番最初が桜花賞。あ、聞いたことあるわ。桜花賞で、2番目が、優秀牝馬、これはあのオークスって言われてるんです、ね、あ、オークス。オークス。で、最後が秋華賞。秋華賞。秋華賞ってやつなんですけど、うん、で、そのね、だからこの間の日曜日が皐月賞で、うん、で、その前の日曜日が桜花賞だったわけ。ほうほうほう。あ、結構重なってがあれなんですね。うん、そこは連続なんだよ。連続なんだ。うん、で、桜花賞も、うん、桜花賞もそれから皐月賞もものすごい勢いで最後差し切って勝って、へえ、うん、最後のあれなんだ。じゃあ直線で最後、うん、追い抜いた。え、届くんだみたいな。へえ、そうなんだ。うん、びっくりしたよ。はい、うん、皐月賞なんかもう本当にびっくりしたもん。あの、いや本当、ソウルオリエンスっていう馬が、うん、うん、あれはしんがりから2番目よ。あら、そんなに後ろ？うん、直線で、うん、絶対ダメだと思ったわけ、うん、まあ普通ね、うん、後ろから2番目ってルービーですからね。うん、うん、そうそうそう。まあでも展開によるんだけどね、もちろんね、うんうん、あのみんな固まってたら大した差にならないんだけど、結構開いてたのね。はい、うん、結構縦伸びた展開だったのね。ほうほう、うん、そっから差し切るのみたいな。すげえな。だって、ね、実況のアナウンサー声裏返っちゃってたもん。うん、なんとなんと差し切ったーっって、ね、声裏返っちゃって。普通のね、陸上だとね、めったにないですからね、そんなの。ないないない、全然ないもん。うん、いや本当に面白かった。へえ、久々に競馬見て興奮したもん。面白いね。そうなの。そう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 。いや、だからやっぱ、でも元々は俺はその競馬よりはその競馬実況ってものにものすごい俺は惹かれてたわけですよ。はいはいはい、うん、ね、その杉本清アナウンサーとかね、あの往年の名実況アナウンサーって言われてた人だけど、関西テレビのね、うん、うん、俺前真似したことあったじゃん、うん、あったかな、うん、あのミスター CB のあれとかさ、あの、あ、桜スター王の、あ、うん、皐月賞のやつとかさ、で、うん、菊の季節に桜ってやつね。うん、だからああいうのが俺好きなわけ。はいはい、うん、なんだけど、もう最近競馬そのものもやっぱ面白いなと思うようになったね。あ、どん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 おっさん化してますけど。いや、もうね、自覚があるならね、いいと思いますけど。まあ自覚はあります、それは。それは自覚はありますよ。うん、しょうがないよ、それは。そうだね。45歳だもん。まあそんなところで台本まで書き換えてもらっちゃってありがとうございました。あ、いえいえ、とでもないです。まあそういう意味でも世界は広いなと思うよね。いや、そうね。いや、だって本当に、うん、すごいよ。あんな競馬する馬いるんだねと思っちゃうもんな。確かにね。そっかそっか。うん、面白いですよ。うん、うん、血統もね、純国産馬っていうのはあんまいないからね。あ、もうそうなの。いや、もう昔からそう。てか、あ、いないんだ。昔から純国産馬ってあんまいないですね、うん、あ、そうなんですね。何かしらの形で外国の血統入ってるから。はいはい、うん、まあまあそんなんはいいとしてですね、はい、じゃあこんなところで、トークは終わりにいたしまして、次の、はい、コーナーの方に参りたいと思います。はい、なんかいきなり下手くそになってましたね。なんだ、うるせえなお前。うるせえなお前。俺の中で区切りをつけなきゃいけないんだよ、バカ。そうね、うん、だらだら喋っちゃうから。はい、はいはい、ということで時刻は21時31分になるところです。お知らせの後はマスター君のマスターピースです。私、ミッコが所属するユニットミルクデイズの本屋内ライドコレクションが発売中です。屋内をゆっくり走るアトラクション屋内ライドを40個紹介。メルヘン、冒険、
ホラーなど様々なテーマのライドに加え、シューティングなどで遊べるライドも載ってるよ。この本を持って遊びに行こう。詳しくは屋内ライドコレクションで検索検索。土曜の夜の生放送、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉、オガちゃんに学べ。マスター君のマスターピース。このコーナーでは当番組のキングオブ常連ことラジオネームマスターさんのセレクト曲をご紹介します。はい、今週もパーソナリティの横暴の犠牲になったマスター君が選んだ珠玉のマスターピースを味わってまいりましょう。はい、うん、ということでね、うん、いつもねいただいてますからね、無茶ぶりに。そうなんですよ、無茶ぶりに答えてねいただいてますよ。ですよね、うん、ありがたいよ。毎週こうやってだってね、メッセージたくさんくれるわけですから、うん、いや本当ですよ。もうね、あの、まあ、引退したあのディレクターに、ま、あれですよね、もう本当にあの学んでほしかったね、本当に。そうですねあのたまに会いますよ、なんかね、うん、ね、大宮に出没しますからね、彼はね、たまに。まあ、そうだよね、そうもう彼の場合はさ、だもんな、月に1曲選ぶだけなのにさ、いつまでたってもよこさんですね。うん、もう解放されたと思ってて、もうね、もうやっと解放されてよかったじゃんって思って片山マスター君はね、あの 毎週もうこれだけのメッセージとともに、そうですよ、セレクト曲をね寄せてくれるわけですから、はい、もう本当にね足向けて寝られないですよね、うん、そうですね、うん、まあ、知らないうちに向けちゃってるかもしれないけど、ね、方角気をつけて、方角気をつけてねね、ね、本当にというところになるわけですけども、さてさて、はい、うん、じゃあメッセージ紹介します。うん、よろしく、はい、2003年に放送されたネスカフェの CM 曲です。あー、ネスカフェ、うん、はい、これなんか記憶にあんな、うん、教科書にも載っている谷川俊太郎さんの有名な詩、うん、朝のリレーの朗読と、うん、息子の谷川健作さんの息子さんの曲だったんですね、うんうん、はい、谷川健作さんのピアノ曲が流れる CM のクオリティの高さには目を見張りました。バックに流れるピアノの美しい旋律と鳥のさえずり、さまざまな朝の空模様、そして最後にスプーンと器が触れる、硬質な音と共に映るコーヒーカップ、うん、世界にはさまざまな問題や分断がある昨今ですが、順番に朝を迎えていく同じ世界というつながりを感じられます、うん、確かにそうですね。うん、そうだな。うん、はい、ちなみに、教科書に載っている人は、評価の定まった個人というイメージがあったので、後に谷川俊太郎さんが未だご存命で驚いた記憶がありますと。確かにそうですね。ね、谷川俊太郎さんってすごいよね。そうですね。うん、本当に。確かに。今も元気なんでね。実はね、私が、勤めてる職場、はい、勤めてる職場の、校歌を作詞したのもこの人なんですよ。あ、そうなんですね。谷川俊太郎さん。あら、まあ、あの人結構意外と全国各地の校歌作ってる人だからさ。あ、そうなんですね。そうそう、だから決して珍しいことはないんだけど、でもたくさん作ってるのすごいじゃないですか、やっぱ。うん、でそのたくさん作った中に、あの、私が勤めてるとこの効果もあるのね。あ、いいね。ああ、そうなんだと思ったね。確かにね。うん、かで、かたやね、前俺が勤めてた学校の効果は、はいはい、うん、生徒が作った。あ、そうなんですか。うん、詩はね、詩はね、はいはいはい、曲はプロがつけたんだけど、うんうん、詩を書いたのは生徒。へえ、それもすごいでしょ。そうですね。うん、ね、あの、だから生徒から公募して、うん、うん、あの、新しく、あの、だから校名が変わるってなったんです、ね、ああ、そうかそうか。そうで、校名が変わるから、じゃ あ, あの新しい校歌を公募しますっつって、その前の学校のね、時代のその生徒たちに、あの、募集かけて、うんうんうん、で、
採用されたんだって、その生徒から公募されたやつが。ほう、うん、でそれを交換した。あ、そうなんだ、すげえ、うん、まあ俺の同僚はケチョンケチョンに言ってたけどね、あら、うん、重みがないとかっつって。でもそれは違うよって俺ずっと言ってたもん。うん、うん、そうだね、それは違いますよ、ね、こんな貴重なことないですよ、うん、うん、こんな貴重なことないですよ。まあそれは有名人が作ったものの方が重みがあるかもしんないけどさ、ね、自分たちにね、うん、作った曲が歌い継がれてすごいなと思いますよね。うん、そうそう、生徒が作った効果なんてすごいじゃんね。そう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 、うん、ね、あれですね、うん、自分は高校卒業した高校はあれですね、あのほらエール、あの朝ドラ、うん、うん、の、うん、あの小関さんのいとこですね、いとこで、あ、小関裕二さんのいとこ、あ、そうですね、そうなんだ、ちょっと遠いな、遠いけど、この人も結構いろいろ作ってるのかな、そうなんじゃない、あの、うん、作詞をね、うん、確かだったと思いますが、うん、そうですね、ちょっとね、うん、本人じゃないのがちょっと残念というかちょっと遠いなって感じはしますけど、うん、だからね、まあ、ね、本当になんか谷川俊太郎からなんか全然違う話になっちゃいましたけど、そうそう、うん。いやでもね、こちらのでほら谷川健作さんでほらさっき俺がさ引っかかったというかさ、はい、あ、これ作ってた人だったんだ谷川健作さんってってなったのが、あの、うん、おがちゃん知らなかったけど、あ、そうね、知らなかった、あの昔 NHK でやってたその時歴史は動いたっていうあれのテーマ、そう、その時歴史は動いたは見たことあるような気がするけど、うん、覚えてなかったんでね、曲の印象がなかったんでしょ、うん、そう、すげえいい曲だよ。ね、いい曲だね。泣いちゃうよ、俺。ほんと。確かに。いや、でもヒストリアの曲もいいっすよ、あれ。うん。いや、別に俺ヒストリアの曲嫌いだなって、どこも言ってないじゃないか。いや、言ってないけど、そう。ああ。もうヒストリアで育ちましたからね、僕はね。あ、そうですか。いや、うん、違うかもしれないけど。なんだよ、違うんだよ。そんなに回数見たわけじゃないけどね。じゃあ面白かったよ、うんうんうん、じゃあもうあのキリがなくなりそうだから聞いてもらおうよ、はい、はい、それでは聞いてください。マスターさんが選ぶ今週のマスターピースです。谷川健作さんで天使の涙。カムチャツカの若者がオールナイト埼玉をお聞きの皆様、えっちゃんこと柴田悦子です。私えっちゃんが毎週月曜日夜9時から夢の種放送局東日本第一チャンネルでお送りしている笑顔の港、もうお聞きになりましたか。笑顔の港は毎回多彩なゲストさんをお招きしてリスナーの皆さんの心を潤すトークをお届けしています。皆さん、月曜夜9時は笑顔の港で私とゆるっとほっこりしちゃいましょう。今夜もてっぺんまでファンキーに打ちまくる、おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。埼玉ミュージックアカデミーと鉄五郎王国の提供でお送りいたします。オマンズヘッドライン、本当にどうでもいいニュースを取り上げていきます。まずはこちら。参院猪瀬氏ガムカミで注意喚起。はい、石井純一参院議員運営委員長は4月14日、日本維新の会の猪瀬直樹氏が国会審議中にガムを噛んでいたとして各会派に対し緊張感を持って臨むよう注意を促した。猪瀬氏は12日の憲法審査会でガムを噛んでいる様子が映像などで目撃されているというニュースでございますけれども、どうでもいいね。コメンテーターの帝でございますけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや本当に ね野球ではねみんなガム噛んでますからね、本当に。うん、小川アナね、これ、はい、本当に、いや確かにね、今の世の中はですよ、はい、まあ、そういうのが多いですから、うんうん、まあ、確かに緊張感を持って臨むようにっていうのは、まあ、分からんではないですよ。確かにね、うん、分からんではない、分からんではないけれども、あまりにも本質から外れすぎてて本当にどうでもいいです。、
確かにね、ガム噛んでなくてもね、他の人とかもね、いっぱい居眠りとかね、ワニの本読んでるとか、うん、だから氷山の一角に過ぎないわけですよ、正直言うと。まあ別に個人攻撃をするつもりは私はございませんけれども、ね、猪瀬議員はちょっと初っ端からいろいろやらかしてらっしゃるから、はいはい、うん、ちょっとあれどうしたのっていう感じがしたわけですよ、私。なるほどですね。あの東京都の副知事、そして知事時代も、まあ、物議を醸すことはたまにあったにせよね。あのカバンにね、うん、お金が入るか入らないかみたいなやつでしたっけ、うんうん、そうそう懐かしいですねあれもね、うんうん、ありましたけども、まあでも、まあ、まともな方だなと僕は思っていたわけですね、うんうん、そうですね、うん、まあ割と、うん、と思ってたわけですけど、なんかこう突然ね、その日本維新の会でしたっけ、はいはい、えですね、うん、でから参議院選挙に出て政界カムバックってなった時にあれと思ったんですね、うんうん、なんか昔の猪瀬さんじゃなくなっちゃったなっていう、うん、そうですか、あれどうした、ちょっとふざけてんのみたいな、あらら、うん、感じがちょっとしたのはあったんですよ、正直言いまして、うんうん、そうですね、うん、だからまあ そこまでの全部をひっくるめてね、全部をひっくるめて、うん、ガム噛んでるとは何事だになっちゃったんじゃないですか。なるほどですね。じゃあ普段そういうことをやっていなければ、あのガムを噛んでたとしても怒られないと。怒られないというか、うん、まあまあ、君ちょっとやめた方がいいんじゃないのぐらいで終わったんだと思うんですよ。そうですね。うん、確かにね、うん。でもあれですね、各会派に対し緊張感を持って臨むように注意を促したっていうのがね。で、それも、あの例の、はい、ガーシー議員のね、はいはい、うん、あれがあったからじゃないですか。あ、そういうことですね。うん、だって前代未聞のというか、何十年かぶりのね、そうですね、うん、そうですね、除名処分を出した参議院がよ、はいはい、うん、満場、ほぼ満場一致で、除名処分を下した参議院が、ゆるゆるでやっててどうすんだっていうふうに、やっぱそのピリピリするよ、それ。そうですね、確かに。うん、まあね、それこそね、ガムを噛んでても、要は議員になれんのかみたいなね、うん、そういうことがね。ありますかね、うん、あのね、そういうクレームの付け方も僕はどうでもいいと思ってますけど、本当にそうですね思ってますけれども、うん、でもやっぱ全体の文脈で見なきゃいけないんじゃないですかっていうことを私は言いたいですな。なるほど、ちょっと深い話で、ありがとうございます、はい、うん、ということでございました。はい、続いては、うん、続いてのニュースですね、はい、少し耳の入りなニュースかもしれません。はい、お願いします。はい、はい、日本人では睡眠時間と内臓脂肪面積との関連が男性と女性で大きく異なることが分かりました。はい、8時間以上の長時間睡眠の男性には内臓脂肪型肥満が優位に多く、一方で長時間睡眠の女性には内臓脂肪型肥満が優位に少ないということです。はい、睡眠時間6時間から7時間の群を基準として8時間以上の場合、男性ではオッズ比 1.64、女性ではオッズ比 0.34 となり、男性は長時間睡眠者に、内臓脂肪型肥満が多く、女性はその反対という結果が得られたということでございました。うん、小川アナね、はい、私隣から原稿を覗いてましたけど、ずいぶん飛ばしましたね。あ、そうですね、ちょっと長いとねちょっとコメンテーターの皆さんもね、飽きてしまうかもしれないと思いましてね。いやいやいや、私は飽きませんけれども、はい、まあ、確かにちょっと原稿ちょっと読ませていただくと、なんか小難しい用語がいっぱい出てますね。まあ、そうですね、端折ってね、まあ、どうでもいいニュースなんでね、どうでもいいね、端折ることでね、はい、どうでもよくしちゃってるわけですか。そうですね、さようでございます。ああ、そうですか、もうすごいんですよこれ、はい、HbA1c とかさ、はい、HDLC、まあ、これ HDL コレステロールってやつですかこれ、そうですね、はい、で LDL コレステロールとかね、はい、いっぱいありますけど、そんな用語がいっぱいこう書いてありますけども、そうですね、良性と悪性かな、はい、ですね、うん、でこれ結論としては、はい、男と女では同じことをやってても
同じことをやってても、太りやすさが違うって言いたいわけですか？そうですね。要は、男性はこうね、なんていうの、たくさん寝すぎると、こう、うん。なんていうのかな。むしろ太ってしまうというね。うん。なるほどね。だから、寝てばっかりだと牛になるぞっていうのは、そうですね。男性に当てはまりますね。男に当てはまるってことですね。女性には当てはまらないということですね。おー、なるほど。女性に当てはまらないと。そうですね。男性が性の関連ということで。うん。まあ、ね、要は比例しているということですね。女性は、そうですね、はい、うん、負の関連ということで、うん、まあ、反比例といいますか、うん。はい。まあ、長ければ長いほど、うん。あれですね。肥満が少ないということになるわけですね。うん。まああれですよね、オッズ 1.64 って言ったら結構大本命みたいな感じになりますけどね。いや、ね、違いますよ。違いますよ。それ言ったら、女性のオッズ 0.34 って逆に損しちゃうじゃねえかって話しちゃいますからね。そうではないわけですけれども、はいはい、まあ、だから、まあ、男性の方が優位に出るってことなんですね。そうですね。ちなみにコメンテーターの三門さんは、はい、睡眠時間はどれぐらいなんでしょうか？私ですか、はい、私平均でですよね、はい、平均だと多分5時間とかそんなもんなんじゃないですか。あら、短いですね。短いと思いますね、僕は。そうですね。ただ良くないなと思うのはですね、日によって寝る時間の長さがね、バランバランなんですよ。ああ、それはあれかもしれないですね。良くないかもしれないですね。うん、でもね、多分トータルしたら一緒ぐらいなんだと思うんですけど、はいはいはい、なんと申しましょうか、ずっとこう一続きの睡眠じゃないんですよ。うん、ああ、うん、すぐ起きてしまうというやつですかね。そうですね。1時間とか2時間寝て、わって起きて、でそっから1時間ぐらい寝らんなくて。でもうそのまま起きてようかなと思うとまた寝ちゃうみたいな。はいはい、うん、いや毎日がそうだって言ってるわけじゃないですけどね、うん、たまにありますね、そういうのが。なるほどですね。仕事が終わってですね、帰ってもうすぐ寝ちゃって、はいはい、で夜9時ぐらいに起きちゃうんですよ。その、あー、なるほどですね。でそっから3時ぐらいまで起きてて、はいはい、でまた3時から5時ぐらいまで寝るんですよ。あら、なんかあれですね、規則正しくないですね。全然規則正しくないですね。そうですね、うん、ちなみになんですけど、はい、睡眠時間がですね、5、6時間や5時間未満の短時間睡眠、はい、いわゆるあれですね、はい、コメンテーターの三門さんのような方ですね、はい、とか、あと先ほどは6、7時間の間、6時間から7時間の群と8時間以上比べてましたけども、8時間、はいはい、ごめんなさい、7時間以上8時間未満の方の群ですね。はいはいはい。はい、その2つの群ではですね、性別によらず、はい、比例とか反比例はしてないということなので。あ、じゃあ関係ないってことなんですね。そうなんですね。6、7時間と8時間以上の差ということなのでね。うんうん、はい、なるほど。ロングスリーパーの方には、うん、ご注意という形ですね。なるほど。ね、だから、よく寝る人は、だから本当に牛になっちゃうんですね。そうですね。男性は特にね、うん、気をつけていただいて。じゃあね。ああ、なるほど。はい。近くでね、長時間寝てる男性の方いたらね、牛になるよって言って叩き起こしていただければと思いますね。はい、そうですね。はい。ということでございまして、じゃあ最後は。はい。最後にですね、はい、こちら話題のニュースでございます。はい。はい。ポケモン主人公はリモート授業で旅続ける、はい、この前ですね、第3話ニャオハトならきっとでは、謎の組織エクスプローラーズに連れ去られてしまったパートナーポケモンのニャオハを無事に取り返すことができたリコ、これが新たな主人公ですね。はい、はい、は、共に協力してくれたライジングボルテッカーズと旅をすることを決意する物語が展開。はい、しかし今リコさんはですね、関東地方、カタカナの関東地方なんでね、はい、ちょっと架空の世界かもしれないんですが、はい、全寮制の学校に入学したばかりですね、はい、リポちゃんは学校あるのに旅ができるのかなどと、はい、心配の声が上がっておりました。そんな中で、はいはい、リコはですね、授業が始まったらリモートで受けようと思っていると説明、授業はリモートで受けながら旅をすることを説明いたしましたということでございます。はい、あ、なるほど。ポケモンの世界でもね、リモート授業があるみたいですね。やはり
どうでもよかったですね。どうでもいいですよ。もう、なんですかね、この、なんでね、はい、いや、まあ、ギャグなんだと僕は信じたいですよ。はいはい。ギャグなんだと信じたいですよ。ね、その、視聴者からのその、心配の声。はい。うん。そうですね。分かっててやってるプロレスなんだと。なるほどですね。ね。ギャグなんだというふうに僕は信じたいですね。そうですね。他にも入学したばかりなのに、リコは不登校になるのかという心配している声があったそうですね。はい、これガチで言ってるとしたら本当にどうでもいいですよ。ですね、確かに。うん、でもあれですね、サトシ君の代ではそういうなんですかね、描写はなかったけれども、うん、ね、だってそれ言い出したらサトシは学校に行ってんのかっていう風に突っ込みなさいよ。そうですよね、そういう突っ込みが必要ですよ皆さんね。うん、いやそれ言うんだったらですよ。そうですね、確かに。うん、その突っ込みも僕はどうでもいいと思ってますよ、そんなの。そうですね、うん、確かに。もうね、うん、設定上ね、だって架空のだってファンタジーなんですから。そうですね、基本は、うん、ファンタジーを現実に連れ戻すみたいな無粋なことをして何が楽しいんですか？そうですね。じゃあポケモン側にもですね、うん、リモート授業という言葉を出した真相をですね、うん、はい、はい、聞いていこうと思いますけれどもね。いや本当ですよ、これガチでやってるとしたら本当にくだらないですよ。はい、うん、ね、本当にこれは勝つですね、本当にですね。勝つをいただきました。はい、もう本当ダメですよこんなことやってちゃ。はい、うん、本当に日本はどうなっちゃうんですかこんなことやってて、うん、いや本当にそうですね、うん、でもまあ真面目な子ではあるということはね、一つ安心材料かもしれませんがね。はい、はい、まあね、ここまでここまで言っちゃいましたけどもですね、果たして真意はどこにあるのかっていうのを分からないで言ってるとですね、どっかのパーソナリティじゃねえや、コメンテーターみたいに本当に叩かれることになっちゃいますんで、ね。はい、そうですね、謝罪させられて禁止だったりしますからね。そうですよ、まあこっちもファクトチェックが必要だろうとは思ってますけれども。あ、そうですね、はい、はい、ということで、どうでもいいニュース3本お送りいたしました。はい、はい、ではですね、はい、コーナーといいますかニュースの最後にですね、はいはい、どうでもよくない、真面目な曲を1曲セレクトしましたのでお聴きいただければと思います。この番組のエンディングテーマということですね。はい、さようですね、はいはい、本日はこのニュースの、はい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 、本日はですね、選曲してきた背景がですね、はいはい、この世界の大きさを感じようということで、あ、なるほど、はいはい、はい、この狭い広い世界をというような歌詞がありましてね、その中に。ああ、なるほど、なるほど。はい。はい、はい。ということで、もともとは、バンド、ミセス・グリーンアップルっていうのを、コメンテーターのミカドさんご存知でしょうか？ああ、存じ上げてますよ。はい、はい、うん。そうですね。その方々、はい、まあ、バンドではありますけれども、オーケストラ背景ですね。ちょっと広い世界を、はい、表しているように聞こえるかなというふうに思いまして、選曲してまいりました。ほう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 。はい。じゃあ、はい、曲紹介を。小川アナからお願いします。はい。あ、はい、かけさせていただきます。はい。はい、ミセスグリーンアップル、僕のこと、オーケストラバージョンです。僕と君とではない。ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。オールナイト埼玉月一パーソナリティのえっちゃんです。オールナイト埼玉ではポンコツな感じの私ですが、メインパーソナリティを務めている姉妹番組の笑顔の港では安心感たっぷりにお送りしています。毎週月曜夜9時夢の種放送局東日本第一チャンネルでお待ちしています。どっちの私も聞き逃しちゃダメだぞ。土曜夜9時は大人時間、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。はい、ラジオ飯テロプロジェクト。埼玉市、埼玉県を中心に美味しいお店、素敵なお店、面白いお店をご紹介するラジオ飯テロプロジェクトのお時間です。
はい、今夜もド派手に飯テロ爆弾をお見舞いしてやるぞ。さあということですよ。来ましたね。はい、はい、お腹空いてきました。お腹空いてまいりましたけど、本当にですね、まあでも先ほどのあのオマンズヘッドラインですね、はい、うん、もうなんかおっかなびっくり進行してる感じがちょっとね、多分ね、爆弾発言はね、ちょっとさすがにっていうところだったかもしれませんけど、そうですね、あのおっかなびっくり、あの小川アナウンサーがこうあの進行してる感じが力関係がねはっきりしてくるし、ね、楽しかったですね。なんかあの最後の方しどろもどろになっちゃってね。そうですね。ね、はい。いや、まあ、それもあの今後見どころの一つかなと思いますけれども、はい。さあ飯テロ参りましょう。はい。しょっか。ね、今日は私からですね。はい。先行、はい、お願いします。先行私です。はい、はい、ということで私が今回ご紹介しますのはですね、炭火焼き干物定食。新八食堂というお店でございます。ほう。こちらですね、あの、まあ、チェーンなんですけども。はいはいはい。まあ、東京都を中心として、あれですね、名古屋、それから大阪、あと横浜なども含めて、計35店舗ぐらいですか、今展開してる。多いですね。うん、お店なんですけどもです、ね、あの何が私おすすめポイントかと言いますと、はいはい、あの、ま、町の定食屋とか、まあ、そういうのはとりあえず覗きましょう、ね、うんうん、で、はい、あのなんていうんですかね、こう、まあ、定食食べたいなっていうふうに思った時にほら今定食メニュー出すそのチェーン店みたいなのも結構あるじゃないですか、うんうんうん、あるんだけども、ね、あるんだけど、うん、そうあるんだけども、このなんていうんですかね、こう焼き魚が出てくるとこってあんまないんですよ。なあ、そうね、焼き魚をメインに据えてるところってあんまないんですよね。メインはあんまりないね。ないでしょ。まああれかな、弥生軒とか、まあ美味しいけどね。うん、でも弥生軒もほら、まあ色とりどりいっぱいあるじゃないですか。あ、そうね。うん、でもね、ここはメインがその干物なんですよ。へえ。メインが干物なの。まあ唐揚げとかもあるんですけど、実ははいはいはい、あるんだけども、メインの売りは干物なんです。いいっすね。私干物大好き人間なので、うん、もうね、たまらんなこれはと思ったわけですよ。なるほど、干物たまらんって感じですね。うん、干物たまらんですね。もう干物をもう食べたくてしょうがないわけですね、僕は。だから、うん、そのたまにその定食食べたくなるんですけどね、あのもう最近さ、そのもう胃がもうあのすぐこうもたれちゃうもんで、あの唐揚げとかそういう重たいものあんまり食べられないんですよね。うんうんうん、うん、まあ食べられなくはないけど、あのそんな頻繁には食べられないと。はいはい。で魚だったら結構ね、あの干物とかそういう魚だったら結構入るから。そうだね。うん、で、あので、最初のきっかけはこれね、秋に、うん、サンマ食いたくなったわけ。うんうんうん。まあ、干物レベルだったら家でも簡単に焼けるからいいんですけど、はいはい。サンマ焼くのって、ちょっと敷居が高いっていうか、うん、うん。丸ごとサンマ買ってきて焼くっていう。そうだね。あ、そうだね。わかります？わかります？わかる。うん。干物だったら焼け具合とかすぐわかるからいいんだけど、うん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 。サンマってよくわかんないのよ。うん。うん、本当に火通ってっかなみたいな感じしちゃうわけ。確かにね。うん。で、その、じゃあちょっとサンマ定食みたいなの食いてえなと思ったわけですよ。うん。いいっすね。それで、あの、行ったのがここだったわけ。へぇー。うん。サンマの塩焼き定食ってのがあるから。美味しそう。行ったわけ。うんうん、でも、実はそれはちょっと失敗だったなと思ったの。まあ、サンマちっちゃいのよ。あら。そうなんだ。で、それは、しょうがなかったのよ。後から調べたらしょうがなかったんです、それは。はいはい。サンマ不良じゃないですか、最近。あ、そうね、サンマ、取れないですよ。だから、サンマ焼き師とか大変ですよ、だから。そう、だから、もうね、取れるサンマがちっちゃかったらしいのね。うんうんうん。だから、もう、致し方ないことだったらしいんだけど。なるほど。最初はね、ケチってんのがこの店って思ったんですよ。あはは。うん、だけど、
でもまあ それでもうすぐここはダメってわけにもいかねえなと思って、そうですよ、で2回目行った時にそのホッケ半身とか、はいはいはい、頼んだんですよ。美味しそうですね。いやそれがねめっちゃうまかったんですね。あのホッケレベルだったらあのね全部食べられる。うん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 、言ってること分かります。あのね骨が全く気にならない。あ、そうなんですね。骨あるよ。ああ。干物だから当然、あの、なんだ、あの、背骨が半分になったみたいな骨あるんだけど、それも全部食べられちゃう。へえ。美味しそうですね。うん、普通骨なんか硬くて食べられないじゃないですか。そう、そうだよね。で、炭火で火通してっから。あらら。もうね、あの、パリパリ噛み切って食べられちゃうレベル。へえ。だから私ここ行くとその干物食べるじゃないですか。アジの干物はちょっと別なんですけど、アジ骨硬いから、うんうんうん、なんですけど、あのそれ以外のねサバとか、あの文化サバとかさ、あのあとはそのホッケだったらもうあの食べ終わったら皿何にも残ってないですよ俺。あ、綺麗に。僕は皮まで全部食べちゃう人だから。あ、でも美味しそうね。はあ、うん、何にも残ってないですよ。さらに。いやー、サーモンとかも美味しそうだな、これ、鮭がね。そう、サーモンはね、俺まだ食べたことないんですけど、いや、でも絶対うまいと思う。絶対うまいよ、これ。うん、絶対うまいと思う。あ、最強漬けとかもいいな、うん。そう。最強焼き。ね、僕がね、食べたことあるのは、うん。あの、ホッケ半身、それからホッケ全部。ああ、でかいね、うん、一味ね、うん、一味。で、あとは文化サバ、うん、あとはサバみりん。あ、みりんね、うん、で、あとは、定番アジの干物。はははで、あとね、トロニシンっていうのも食べた。あ、トロニシン書いてあるんですね。うん、ニシンってさ、あのほらこの間あの門焼きの話題出てたじゃないですか。はいはいはい、あの新庄市の門焼き大会の話題出てた。ああ、よいしょ、うん、骨がすごい多いのね、あの、うんうん、ニシンって、うん、あ、そうかそうか。なんだけどそのトロニシン定食は全然気にならなかった。へえ、うん、これは、まあ、干物だってのもあるんだけどね。そっか、干物にしてんのね。うん、干物にしてる、うん、やっぱあれなんですか、干物が一番おいしいのかな。あ、僕はね、あ、いや、ニシンは生の方がうまいと思うけどね。あの生っていうか、あの普通の塩焼きの方がうまいと思うけど、うん、でもね、やっぱほら、干物にすると、味わいが変わるじゃないですか。味とかでも。そうね、確かに。わかります？うん。あの、干物になると、こう、味が凝縮されるから。ああ、確かに確かに。うん。だからやっぱね、やっぱ干物ってのはもう万能というかね。はいはい、はい。もう、日本人のあの、朝食の定番だろうと僕は思ってるわけですよ。なるほど。僕は勝手にそうやって思ってるんですよ。はい、確かに確かに、うん、だから僕はさ、そのなんか旅行とか行くじゃないですか。旅行とか行ってそのまあなんか旅館とかだとほらね、あのお膳に朝ごはん出てくるじゃないですか。うんね、あります。俺干物と納豆がなかったら機嫌悪くなる。まあ逆に干物と納豆があったらもう一日何にも文句ないです僕は。あら、そんな、うん、大好きなんですよ。だからこの新八食堂行っても僕はトッピングで必ず納豆頼むんですよ。うん。で、本当は納豆って夜食べる方がいいらしいもんね。朝じゃなくて。うん。すごい。うん。だから僕が晩飯そこで食べるときは、あの、必ず納豆トッピングでつけて。いいっすね、いいっすね。で、最初は、そう。で、最初はその干物と大根おろしでこうご飯食べて、うん。うん。半分ぐらいのところで納豆投入です。はいはいはい。うん。そんな感じ、もうそんな感じで食べるのがおすすめですね。あ、いい。うん。という感じで、ほら、よくね、あのね、うん、普通よくある定食屋さんだと、その魚系のメニューって、ほら、刺身定食とか、うんうん、あと、アジフライ定食とか、あの、白身魚フライとかも、もうそういうのじゃない。はいはい、そうです。サバの味噌煮とか、うん、うん。でもね、やっぱね、干物じゃなくてもいいけど、焼き魚が食べたいわけですよ。ああ。うん。せめて焼きサバ。うん。そうだね。うん。
が食べたい、塩サバでもいいからって食べたいわけじゃないですか、うんね、で僕の場合はね。だからこれを今回はおすすめしようっていうことです。はい、はい、いや、はい、ということで一発目、お腹すいてきた。はい、ということで一発目の飯テロが炸裂いたしました。おい、ということでございますけど、さて、じゃあ曲いかせていただいていいですか。はい、お願いします。はい、こちらはですよ、まあこの世界の大きさを感じようということですけど、うん、前にねこれラジオでも話題に出したんだけど、昔ね、なるほどザワールドっていうクイズ番組があったんですよ。ああ、聞いたことあるな、うん、そう、なるほどザワールド、相川欽也さんとさ、楠田恵理子さんが司会でさ、うん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 、なるほどザワールドっつってこうVTR 振りをして、こう世界各地にこうロケ行ったね、VTR が流れて問題が出るっていうさ。昔のテレビってやっぱりよく世界行ってましたね。そうなんですよ、ね、うん、世界を股にかけて、ね、もう、そうそうそう、今や世界不思議発見しか残ってませんけど。確かに、うんうん、だからそういうね、でそのなるほどザワールドのテーマ曲っていうのが、これがですね、タイトルだけ聞くと全然なんだ世界の大きさとはね、縁もゆかりもないみたいな感じの、うんうん、タイトルではあるんだけど、曲がすごい、曲調がすごい壮大で、なるほどね、もうまさになんかこうなるほどザワールドつってこう、なんか地球儀のモルワイデじゃねえな、なんか三尊図法のこう地図かなんかこうこうくる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 回ってる感じのオープニングなのよね。はいはい、うん、だそれがその雰囲気にすごい合ってるわけ。うん、うん、なので今回これをかけようかなというふうに思っております。あ、いいですね。はい、ということで聴いていただきたいと思います。はい、トランプスで、トランプスディスコテーム。はい、聞いていただいております。トランプスで、はい、トランプスディスコのテーマなるほどザワールドって感じするでしょ。確かにね、なるほどって言いたくなりますねこれね。だこれ、これ絶対さ、ラジオネームヤンマとかさ、ラジオネームマスター君とかさ、絶対懐かしいって思ってるはずだよこれ。うん、あったあったってなってるはずだよ、うん、本当に。いやもうなるほどって言ってますよ多分、うん、だって俺たちの子供時代のさ、うん、もうアンセムですよある意味これはみんな知ってるんだからこれ、うん、はい消えた懐かしいよ、はい消えた、あ消えた、回答権が消えるっていう。ああ、なるほど。そう、回答権なくなること、はい消えたっつって、相川欽也さんがテーブル叩くとバツって出てくるのあれかな、ほらスーパーひとし君が募集されるみたいな感じなの、うん、次は恋人選び、そう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 、恋人選びなんてあるの。恋人選び、それが最後のクイズなのよ。へえ、なんかアフリカの原住民みたいな人にさ、その日出てるゲストさんの女性ゲストの中から恋人にするなら誰っていうのを選ばせんのよ。はいはいはい、でそれをで この人は誰を選ぶでしょうかっていうのを当てんの。これ絶対今だとねできないですね番組ででしょ今の時代だとああでも昔そういうのあったな多分でしょ。うん、はい、ということで聞いていただきました、トランプスディスコのテーマでございましたけれども、はい、さて、じゃあ飯テロ爆弾2発目いきましょうよ。はい、自分はですね、はい、じゃあ、うん、こうということで、和と来たらね、用を出すべきだと思いまして。はい、なんか今噛みましたけど。順番的には逆ですけどね。草木書いたけど。うんうんうん、はい、大宮にありますね、イタリアンバーアタッチメントセカンドというところでございます。うん、はい、おー、急におしゃれなとこに行きましたね。うん、あ、そうですね。うんうん、うん。なんかなんでしょう、女性客が8割ぐらいの感じかもしれないですけど。ああ、女性客8割の感じ、まあイタリアンバーって言ってるからな。そうですね、昼間も結構混んでるし、夜もそうですね、やっぱりワインがたくさん品種あるんで。そうね、これはあれじゃねえか、柴田悦子が喜ぶんじゃねえかこれ。あ、そうかもしれないですね、この感じは。大宮に来たらじゃあここでうん、こういうふうにしましょうか。あとはあれかな、今選挙戦を戦ってるあれかな、松永康生かな
あ、喜ぶぞこれ。そうね、ワイン好きな人はみんな行ってほしいなと思うんですけどね、うん、これね、面白い取り組みもありましてね、はいはいはい、ちょっと食べ物の前に、うん、なんかね、こう座ると、うん、ワインが要はたくさん品種あるんで、うんうんうん、品種別でこうぴったりのワイン探しませんかっていう、こうフローチャートみたいなのあるわけですよ、こうイエスかノーで。ああ、はい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 、ね、あるね、よくあるね、あ、そうですね、うん、こんな感じでちょっと、はい、URL をじゃあチャットに貼らせていただきましたけれども、うんうん、はい、ですね、こうやって例えば以前にも当店に来たことがあるとか、あとはですね、私失敗しないのでって、これどっちをイエスイエスとのどっち選べばいいんだみたいな感じですけどね。アホだな。頭悪いなおい、うん、私は頭脳派であるって、これね、あの、うん、それを答えるとどう変わるんだっていうのがちょっと謎ですけどね、うん、あの、絶対ここのオーナーあれだよね、大門みちこマニアだよな、これ、うん、で、うん、でこういろいろ選べるわけですよ、これね、うんうんうん、例えば何でしょう、野菜が好きとかっていう風に最後選ぶと、うん、ちょっとミネラル感あるこうライムとかハーブが入ってる、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そういう、こう、あの、ほのかなフレーバーのね。そうですね。うんうんうん。逆にね、なんかね、うん、ハーブやスパイスの香りが好きっていうのはね、こう、うん、左下の方にありますけどね。うんうん、うん。それでね、好きじゃないって選ぶと、なぜかハーブとかを勧められるっていうね。伸び油がね。なんかよくわかんねえな、おい、これ。なんか騙されてる感がちょっとするね、これね。そうですね、うん、こんな不思議なこともやりますけど、これがですね、まあ、セカンドってついてるのが、うん、セカンドだよね、うん、要は1番目がね、うん、新宿にあるみたいですね。うん、なるほどなるほど、はい、新宿で成功して満を持して2号店が大宮ってことなのかな。なぜか大宮ですかね。なぜか大宮、まあ、はい、そうね、まあでも進出するところとしては悪くないんじゃないの。そうですね、うん、店舗一覧では意外とね、うん、まあ都内もあるんですけど、新宿は、うん、2個か、新宿2店舗、代々木、うん、都内は立川、代々木立川、おお。でね、うん、そうです、あの、全く名前が違ったんですけど、ニューノワールカフェっていうのが鴻巣にありまして、はい、ここに先に行ったことがあるんですよ、実は。あ、ニューノワール、うん、ニューノーマルカフェ、はい、うん、ニューノーマルね、うんうん、ここがね、なんかね、うん、あの、団子食べ放題だっけな、団子食べ放題、白玉かなみたいな、あ、白玉、うん、そうそう、うんうん、あとチキン食べ放題みたいなやつやってたりとかするんですけどね。あ、面白いな。そう、なんか、うん、そう、コンセプトが全く違ったんで。ああ、でもなんか、違う店だと思ってたけど、うん、話聞いてる限りだと、うん、なんかおしゃれっぽく見せといて結構バカっぽいとこもあるんだね。そうっすね、うん、確かに、うん、まあちょっとバカっぽいって言っちゃうと失礼だけど、あの、なんか遊び心、遊び心、うん、そうそうそう、もちろんね、うん、料理は美味しいんですよ、美味しいし、まあ、多分ハエ、うんうん、はある程度意識した状態で、うんうん、かつ、まあ、美味しいみたいなので、ですね、自分が一押したいのはですね、はいはいはい、ここまあここも結構してると思うんですけど、溶岩ミートパスタっていうのがね。溶岩ミートパスタ。ほうほうほう。ちょっと待ってね。溶岩ミート。溶岩ミート。溶岩ミートパスタ。ありますね。ちょっと待って、探すよ、探すよ。いっぱい目にありますかね。いっぱいあんな、おい。要は、あったあった。おお、これはまたすごい見てくれだな、おい。そうそうそう。持ち上げるんですね。トングで持ち上げる。と、うん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 、なんかね、チーズとかももちろん入ってるんで、あ、まあだからチーズが入ってからグツ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 なるんだよな。あ、そう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 。だからこう、なんていうの、ちっちゃいこうシチューとか入るさ、鍋のちっちゃい版みたいなやつ。わかるわかるわかる。うんうん。要はまあ、あのミートソースがこう溶岩っぽく見えるわけですね。それでグツグツしてると、あったら熱くて、で持ち上げるとビヨーンって伸びるし、まあ溶岩とかもね、粘性がありますからね。そうですね、だから、そのミートソースドリアとか、そのミートソースグラタンみたいなのからヒントをな、そう得てんだろうな、これきっと、うん。これがね、うまいんですわ。あ、うまいのか、そうか、うん。これが、そう、うん、なんだろうな、うん、チーズのやっぱりよ、あの割合が多いですね、結構。まあそうでしょうな。なんだけど、なんていうのかな、うん、しつこくない感じがしてて、あ、そうか、安っぽくないというか。いや、わかるよ。はい、まあでもほら、ミートソースって割とね、こう、うん、こうガツンとくる感じ
でしょ。でそれにチーズがグツグツっつったらもうこれはと思うけど、でもそんなにしつこくないんだね。そうですね、重くないと思います、うん、そういう点で言うと。なるほど。胃にドカンとくるわけじゃなくて、割と、まあ、さっぱりとまではいかないけど、まあね、そうそうそう、これでさっぱりしてたらどんなマジックだって思っちゃうよな。そうそうそう、うん、でね、はあ、そのねサイトの一個上に、うん、これはねあれなんですけど、一枚麺のカルボナーラとかね、これほ一枚麺、あ、ある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 、そう、あ、なるほど、これ本当に平べったい麺、ね、平麺の要するにあれだな、あのなんていう の, あの同じ埼玉のその和の方で言うんだったらひもかわうどんみたいなものだな。あ、そう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 、ほうと、ん、もっと太くしてかつ1枚しか入ってない、で1枚しか入ってないみたいなやつ。そう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 、面白いな。あった、ね、そう、意外なんか見栄えも確かにあれなんだけど美味しいんですよ、うん、であとね、うん、やっぱりねしらすのね、しらす、うん、そうアヒージョとか、うん、シラスのパスタとかもね、 あるね、山盛りシラスのペペロンチーノってのあるね。そう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 、うん、これもねあのランチとかにいただきましたけど、おうおうおう、そう、あ、これええやんけ。そう、結構なんていうの、うん、しっかり、分量入ってて、うん、なんかなんだろう、普通のシラスだとこう味負けちゃうじゃないですか、どうやって負けちゃう負けちゃう、うん、ちゃうというか味あんまりしないのみたいな感じでなるね。もちろんねボリュームもあるし、うん、あのしっかりなんていうかな、ちょっと塩味がついて、うんうんうん、あのなんだろう、でもなんていうのかな、和っぽくもなくない感じで、ちゃんとイタリアンのこの、まあそうね、そうそうそう、ペペロンチーノ感が強くあって、うんうん、結構ピリッというかね、キリッとしてるなっていう感じで美味しくいただけますよ。なるほど、いやこれは結構あれですね、パンチありましたね、うん、そうですね、うん、他もね、あの夜だと例えばハムとかねチーズとかも美味しいのでね、ぜひ。そうですね、でまあそれでワインをいただくという、ね、そう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 、うん、やっぱりワインが進むね、うん、ガーリックシュリップとかね、これとかもそう、いいですね、食べながらぜひねワイン、うん、あのさっきのねフローチャートやってもらって、そうですね、もう出たワインを飲んでいただければと思いますね。うん、俺もまたほら最近ワイン飲むようになっちゃったからさ、はいはいはい、ああすげえんだよ、開くスピードが速くて。あ、もらったやつね、っもらったやつ、もらったやつが、あれは飲んだの、何、山形でこれ買ったやつは飲んでないの。山形で買ったやつは、俺ね高畑ワインはあのねちっちゃいやつ、あのちっちゃいボトルを買って、はいはいはい、でそんでその釣り部の霊界に持ってった。なるほどね、うん、で同じもののでっかいやつと、あとはそのおがちゃんがおすすめしてたそのスパークリング、あ、うん、まあおがちゃんが言ってたやつと同じかどうか分かんないけど、うんうん、それとあとは俺がおすすめのそのマホロバの貴婦人っていう、あの、ほうほう、貴婦人、あの、うん、スイートワインなんだけど、あの甘い、ほうほう、あの白ワインで、あの、はいはい、甘口の白ワインでなんだけど、名前が美味しそうですね、うん、マホロバの貴婦人ね、うん、でその2つをあの郵送で送ったわけ俺、はいはい、うん、でその勝沼醸造行ったその日についてたっていう、そういうこと。山形と山梨をね両方味わってる、ね、そうですよ、両方味わったんですよあの人はね、うん、はい、うん、じゃあ埼玉でも味わっていただいて、そうですね、はい、はい、さあということで2発爆弾炸裂しましたよ。ということでね、今回どっちも食べてもらえばと、はい、思いますが、うん、いいですね、もうワイン最近いいな、まあ次の日残るんだけどな、うん、そうね、確かに。本当に、まあね、眠くなりますからね、すぐね。そう、ワインをさ飲んじゃった日、うん、の次の日はね、てきめんに寝坊しかけるからね俺。本当にやばいなと思って。まあそりゃいいや、はい、じゃあ最後に曲いきましょうか、はい、はい、うん、これね、あれですね、もともと聞いたことねえな、これ。あれ？本当ですか？もともとはね、うん、あの、ジャニーズ系で、あれなんですよ。あ、そう。やーやーやーって。ああ、もっと、はいはいはい、なんだ、あれは。もっとなんだ。ごめん、ちょっと待ってね。何だ？ね、八乙女くんとかがいるから、平成ジャンプか。の前身ですね。ああ、うん。が、これ、忍たまの曲なんですよ。忍たま乱太郎。忍たま乱太郎、うん、はい、のエンディングの方かな、うん、なるほど、じゃあもしかしたら聞きゃわかんのかな、そうそうそう、うん、でちょっと
いやいやいやのはちょっと原曲があんまりいいのがなかったんで、これカバーで、小学生とか歌ってるやつになりますが。うんうん、はい。そう。これもね、歌詞もいいんですよね。歌詞いいんだ。世界が一つになるまでずっと手をつないでいいよ。温かい微笑みでもうすぐ夢が本当になるから。ああ、なんか、ね、合唱にぴったりな感じだな。そうですね。これはね、本当に世界の、なんていうの、平和というか、はいはい、世界を思う気持ちみたいなのが、うん、すごく出るかなというので、うん、ぜひね。なるほど。はい。放送終わった後にも、じゃもう一度お聞きいただければと思いますけれども。はい。わ、はい、かりました。じゃあ曲紹介。はい。はい、やーやーやーが、原曲ですが、カバーバージョン。タンポポ児童合唱団。世界が一つになるまで。遊園地は大人になってからが面白い。私、月一パーソナリティのみっこが所属するユニットミルクデイズの本屋内ライドコレクションが発売中です。屋内をゆっくり走るアトラクション屋内ライドを40個紹介。メルヘン、冒険、ホラーなど様々なテーマのライドに加え、シューティングなどで遊べるライドも載ってるよ。この本を持って遊びに行こう。詳しくは屋内ライドコレクションで検索検索。ぼーっと生きてんじゃねえよ。おがちゃんに叱られるじゃなかった。おがちゃんとミカドのオールナイト埼玉。埼玉市民球場ネット裏。はい、我々は埼玉市民球場に移動してまいりましたけれどもね。はい、やってまいりましたですが、プロ野球がですよ。はい。もうオープニングでもちょっと言いましたですけどもね、うん、なんかよくわかんないことになってますね今。そうですね。なんですか、まあ話題になってるところで言いますと、うん、変化の読売ジャイアンツが最下位ですか。そうね。はい。今日、あ、でも今日勝ったのかな。なんか今ね5位に浮上してますね。うん、でもまあ似たようなもんじゃないですかって。そうね。これは由々しき事態なんじゃないですか。まあ僕はざまあみろですけども。うん。由々しき事態じゃないですか、これ。あれじゃない？でも、うん、ほら、ヤクルトが1割8分3厘、打率1割8分3厘で首位にいるっていうのが。そう、だからヤクルトってすごいチームなんだなと思いますよね。防御率唯一の 1.89 ですね。チーム防御率。ほんとさ、チーム防御率がさ、1点台ってすごいよ。なかなかないですよ。ああ。だから大量失点しないけれども、でも、うん、得点もしないってことでしょ。そうね。チーム打率2割いってないんだろ。1対0で勝ってるとかね、そういうわけですよ。1対0、2対0とかでね。いや、だから本当に強いチームなんだね。そうね。で、なんかそういうチームがなんか、うんうんうん、強いイメージありますよ。うん、だから、ほら、岡田監督のね、うん、阪神タイガース、はいはい、うん、岡田監督の阪神タイガースもやっぱりやりたい野球はそういう野球なんだと思うよ。ああ、そうなんだ。うん、だってあんだけ守備、守備っつってやってんだから。確かにね。うん、もう点取られなきゃ負けないですけどね。そう。だそういう野球なんだよね、うん、だと思うよ、本当にやりたい野球っていうのは。でもまあ日本、ほら WBC とかも、うん、やっぱりなんかそっちなんじゃないかなと思うんですよね、ピッチャーとか見てると、うん、でやっぱそのね、日本の野球が得意とするのはそこだからね。そう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 、うん、それを各チームが やろうとしてて、
うまくいってるところは割と上位に行くっていう、そういう感じなんじゃないかなっていうのは。そうですね。だから、その、ジャイアンツなんかは、やっぱりその、打って勝つ野球みたいなのをずっとやってきた球団だからね。そうね。うん。あんま聞いたことないじゃん、ジャイアンツが守り勝つ野球。確かに。守りがうまいみたいなのね、あんまり。いや、昔はいたよ。昔はいたよ、昔は。うん。でも今なんかもうほら、打のチームじゃん。そうね。まあ今っていうか、ここ10年ぐらいのジャイアンツは。でもほら、ゴールデングラブは何人もみたいなのないじゃん、多分。まあそれはないな。そう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 。だからね、そういうのをね、中日とかやるべきなんだろうけど、失策が多いんですね。うん、中日はそこ目指してるんですよ、明らかに。そう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 。明らかに目指してるんだけれども、まあ、こう言っちゃ失礼だけど、粒が揃ってない。うん、そうだよね。うん、だから、いや、打てないのは別にいいのよ。それはヤクルトが今のヤクルトが証明してくれてるじゃん。そうそうそう、打てなくても勝てますだから、ね。打てなくても勝てますだから。でも、守備にほころびが出たらいけんよ。確かにね。うん。そうですね、そうですね。やっぱり守備がね、少ないチームは上位に来てますね。セリーグなんか特にそうですね。そう、失策が少ないところね。そう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 、うん、やっぱ広島カープもね、最初どげんなこれって思ったけど、うんうん、やっぱ上がってきたよな、うん、そうですね、うん、もうね、西武からね、メジャー行った広島に行った秋山とかね、秋山翔吾、ね、秋山翔吾、まあでも秋山翔吾はまあまあ守備もそれなりにうまいですが、うん、まあやっぱ打撃の職人だからね、もともとは。そうね、リーディングヒッター、うん、リーディングヒッターですから、うん、本当に、うん、だからまあ昔の広島カープでいうと、その高橋義彦みたいなタイプですから、あの人は。うん、だから打の人ですよね、あの人ね。そうね、うん、打と盗塁の人ですよ、あの人は。うん、うん、うん、っていうタイプのプレイヤーですけども、まあでも広島のね、その選手もだいぶ高齢化してきちゃってっからね。そうだね。うん。確かにあんまり変わってない気がするね。だからそこがどうかなっては言われてたんだけど、今のところはガチッとハマってる感じするよね。うん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 。うん。っていう。で、もう全然ノー感じでハマってないのが読売ジャイアンツですよ。そうね。うん、もうチグハグもいいとこじゃん。あれどうなってんだろうね、このチーム。うん、見てて不思議だよね。不思議ですよね。一応あれか、岡本はちゃんと打ってんだね。いやでも打ってるけど前ランナーがいないから。そうなんですよ。だから岡本の前にランナーがたまらなかったら結局1点しか取れないんだもん。そうだね、うん、ホームランで1本ね。そうで、結局そのソロホームラン頼みになっちゃうじゃん。そう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 。それじゃ点取れないんですもん。でも守り勝てないからね、うん、別に1点取ったところで勝てないからね、うん、勝てないから。だからそこなんですよね。あの中継ぎはやばいでしょ、多分。やばいでしょっていう。あの中継ぎって何、今のジャイアンツの中継ぎが。そう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 、大勢がいないからね、悪い意味でダメ、やばいってことですよね。そう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 。うん、あれはだってバタバタしますよね、毎回。あれあかんっすね、うん、しかもね、別に自前で作ってないからね、うん、そう。だからそのツケが回ってんだと思いますよ、一時期ね、強かった頃はね。いや、あれだけ育成って言いながら結局中途半端にしか使ってないじゃん。そう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 、うん、で先発っていう風に見えちゃうよね。そう、一時期ね、強かった頃はね、それこそ西村だ、うん、山口哲也だ、久保だみたいな感じでいっぱいいたもんな、ね、あの頃は好きでしたよ、本当に。あ、そう、だから使い切らないんだよね、なんかね、中途半端にしか使わないじゃない。そう、まあ勝たなくちゃいけないからっていうなんだけど、だろうけどね。だからまあでもそれが宿命って言われたらそれまでだけれども、だけれども、そうだよ。野球ファンもさ、そろそろそういう見方をやめた方がいいんじゃないって思うね。そうだね。うん。もしそれが野球をつまらなくしてるんだとすれば。うんうん。うん。ファンの責任なのかもしんないよ、もしかしたら。確かにね。うん。あんまりほら、野球評論家もそういう視点で喋る人いないじゃない。うん、そうだそうだね。うん。
まあ、まあね、まあ、まあ本当は言いたいのかもしんないけどさ。そうね。うん。生まれ変わるにはね。そう。痛みが必要ですよ。うん。そう。だから、ファンもさ、その、無責任にやいのやいの言ってるだけじゃなくて、俺たちにも責任ないかなって考えた方がいいよな。そうだね。っていうふうに思いますよ。まあ、それは自戒も込めてですけど、私に言いたいですね。っていうふうに思いますね、本当ね。はい、はい、ということで、じゃあちょっと一旦曲を挟んでね、また続きをというふうに思いますけれども。はい、じゃあ私ですね、これ。そうね、これ、ああ、これ来たかと思ったけどさ。これね、かけたこと意外となかったんだよね。全部調べたんですけどね、今日。いや、一回あったはずだよ。あったっけ？あったか。ほら、ゲスト来た時。あ、いつだ、これ。ゲスト、あ、一回あったか。ゲストさんのリクエストでかけたよ。ほら、あったか、あったか。スリランカ料理の専門家の。あ、スリランカ料理？ほら、スパイス研究家のさ、名前ど忘れしちゃったけど。安藤さん？安藤さんじゃねえやん。うん、安藤さんだっけ。うん。あの人がリクエストしたのこれだよ。あ、そっか。うん。はい。失礼しました。じゃあ一回あったね。うん、まあまあ、でもいいよ。別に、全然。はいはい。この曲好きだ、俺。うん、そう。うん。いや、これ世界といえばこれでしょって思った。まあ世界じゃないけどね、実際は。いや、でも、We Are the World だからさ。そうね。でもアメリカ、でもこれ、だってすげえメンバーなんだよ、これ。すげえメンバーなんだぜ、これ。本当に。だよね。うん、今の人たち知らないだろうけど、そう。もう当時衝撃のメンバーだったんだぜ、これ。そうだよ。昨日がね、ちょうどね、なんか、自分家に帰ってきたら、クイーンっていうか、ボヘミアン・ラブソティの多分、金曜ロードショーやってて。ああ、なるほど。それで復活の時のメンバーとかすげえなと思いながら聞いてたんですけど。そうですよ。そう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 。で、これをだからマイケルとかが中心になって、まあまあ、最初に言い出したのは、違う人なんだけど、なんだけど、それに、マイケルが答えて、仲間、俺も集めるよ、つって、で、それで、わーっと集まったわけ、シンディ・ローパーとかさ、うん、すげーのがいっぱい集まったんだよ。すごいね。当時のアメリカ音楽界の、もう、キラ星のごときスターが、ぶわー集まって、この一曲のためによ。すごいよね、これ。うんうん、へえ、あ、そっか、ほら、うん、クイーンが復活したその、うん、これバンドエイドだって合ってるよね、これ多分ね。バンドエイドは、これイギリス発っていうか、ポールが最初にやったんだと思うよ、多分ポールマッカートニーが、はいはいはい、うん、これで復活したんだよね、昨日見てたけど。そうよ、そうよ、そうバンドエイドで、これに触発されて、うん、この USF をアフリカができたの、ね、うん、そうそう、できたの。そうそうそう。なるほどね。っていうつながりがございます。はい、うん。だから発祥はイギリスなんだけど、そういうチャリティーみたいなのの。うんうんうん。なんだけど、それで、あ、もう俺たちもやろうぜっつって、アメリカのそのスターたちがやったのがこれだって。すごいよね。スティービー・ワンダー、オブ・ディラン。スティービー・ワンダーだぜ。スティービー・ワンダーが歌ってるとことかすごいぞ。本当に。まあね、そこまでは聞けないかもしれないですけどね、今日はね。そうだね、今日はね、時間の関係でね、そこまではいけないかもしれないけど。はい。はい。じゃあね、放送終わったらフルバージョンでお聞きくださいという。はい、という。今日2回目のね、発言をしましたけれども。投げっぱなし感ね。はい。はい、じゃあ行きましょう。はい。では、聞いてください。USA for Africa で、We are the world。はい、聞いていただいております。うん。いいね、これ。We are the world ですよ、もう。We are the world! つってね。カラオケまで歌うかな、これ。いや、これはね、だって、あれだよ、俺らのトークとかどうでもいいからずっと聞いてたいもんだって、これ。そうだね。本当だよね。声の上にね、我々の声が乗っかるとね、ちょっとダメかもしれないよ。ダメだよな。ダメだよ。って思うけど、で、これさ、確かだけど、うん。うん、今歌ってるの、ブルース・スプリングスティーンだけど、いい。なんかさ、確かね、これ、ね、グラミー賞の授賞式の日かなんかに、うん、みんな集まって、その日の夜にみんな集まって収録したんだよ、確か。あ、そうなんだ。確かね、違ったかもしれないけど。うん。確かに。すげえよな。そうだね。うん。
まあそれはグラミー賞の授賞式だったらみんいろんな人集まってるもんね。あ、アメリカンミュージックアワードの直後って書いてある。ああそうだね。だからまあそういうさ、そのでっかい賞の、でっかいね賞の授賞式の後でみんなで集まってっつって。ああいいね。で結構あったらしいよ、その直前まで俺は行かねえって言ってたやつが、うん、ね、突然現れて、おなんでいるんだみたいな。本当かよと思いながらさ、あのメイキングビデオってなんだよこれ。あ、うん、それ見ててさ、本当かよと思ったけど、でもやっぱね、それも感動しちゃうよね。あらら、本当に。あ、プリンスも出演予定だったんだ。そうで、プリンスは来なかったんだよ確か。あ、そうね、そう、うん、2回マイケル・ジャクソンがソロを歌ってますって書いてあるね。そうなんですよ、うん、本当はプリンスが歌うはずだった。なるほどね。うん、ビリー・ジョエルとかもいるわ。あ、ビリー・ジョエルもいるよ。すごいんだからこれ。すごいね。うん。いやだからさ、もう本当にこう、なんていうの、歌の力っていうのを感じるよね。うん。うん。だから俺これで、あ、俺じゃないよ。あの、俺と一緒に、あの、5人ぐらいのチームで、あの、韓国行って、の高校行って授業をやるっていう研修で、これを題材にして授業を作ったんだもん。そうか。うん、その音楽はその壁を越えるっていう。ああ、いや、うん、まさにそれはあるね。うん、でこれを題材にして曲、あの曲じゃねえや、授業を作った。ああ、いい授業だわきっと。結構自信あったんだけどね。いや、いいよいいよ。はい、ということで聞いていただきました、USA for Africa、We are the world でございました、うん。はい、さあ、我々は、市民球場の方に戻ってまいりたいと思いますけども、そうですね、ここはライブ会場ですからね。ああ、ライブ会場。我々にとってライブ会場は。俺はそうですね。市民球場です。そう、スタジアムライブね。スタジアムライブ。客全然いないけど。野球しだしてるからね、本当にね。そうです、そうです。全然俺らと関係なく野球してる。うん。はい、という感じで、まあ、パリーグの方もなんかこう、変な感じになってるよね。団子になってますよ、なぜか。うん、あの、なんかさ、まあ、こういう言い方したら失礼だけど、低レベルの団子。そうね。うん。面白くない。全然面白くない、今年のパリーグ。そうね。うん。セリーグの方が面白いね。今年はリーグ確かに、あのね、かき回してくれそうな人がね、ちゃんといますからね。うん。岡田監督とかね。まあそう、岡田監督とか岡田監督とか、ね。そうそうそう。本当に。もう、どんだけメディアに出るんだよと思うよな。そう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 。あ、でも DeNA あれでしょ、そろそろ、あれかな、あの、バウは来んのかな。バウはそろそろね。サイヤング賞。ね、投げてみてほしいよね。そう。インスタンで投げてますね。そう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 。イースタンで投げてんのに、なんか、あの、何千人っていう観客がいたんですよ。そうそうそう。すごいよね。すごいよね。見たいよね。見たいね。あの、本人がどんなつもりで来たのか知らないけど。うん。うん。どうせ腰掛けぐらいに思って来てんのかもしんないけど、でも見たいよね。見たい見たい。ああ。面白いね。うん。メジャーとの距離ね、近くなってきましたからね、やっぱね。うん、近くなったっていうか、まあだから普通になったんじゃないの。そうそうそう、うん、なんかあるべき姿というかさ、だってね、うん、日本で活躍して復帰してメジャーでもう一回投げてるみたいなのがね、うん、それこそマイコラスとかね、そう、そういうのもあるし、チェンとかそうでしたっけ。そう、チェンもそうよ。うん、だからチェン、なんだろうね、もう、まあ、まだまだあのレベルの差はあるとは思うよ。うんうんうん、思うけど、でも、あの、昔ほどね、うん、に、日本の野球はクソだみたいな状態ではなくなったよ。そうだね。うん。じゃあ行きたいって言えばね、どっかしらが手を挙げてくれそうな感じがしますからね。うん、それもあるし、昔の、その、メジャーリーガーがさ、遊びに来る感覚じゃないもんね。そう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 。そう。で、遊びに来たら痛い目見るような世界になったからな。そう、WBC も本気を見ましたからね、ある程度はね。そう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 。完全ではないかもしれないけど。うん、でもアメリカチームさ、あの、あれだったよ、バッターは本気だったよ。そうね。うん、ピッチャーがクソだっただけで。クソ。カーショーとかいなかったからな。そう、クソって言っちゃいけないけど、まあ、ピッチャーが二流三流だったっていうだけで。まあね。うん。確かに。
そう。いやそうっすよ。たまにね、メジャーも見てますよ、試合動向とかね、最近。そうですよね。はい。もう、ということで、じゃあ、一応、他球場の結果だけお知らせしときましょうか。そうですね。はい。はい、じゃあ、はい、じゃあ、どっから行く？じゃあ、セ・リーグ、私行きますね。セリーグ、はい、はい。セリーグは3試合ありました。はい。デイゲームは2試合。はい、バンテリンドーム、中日阪神ですね。はい。はい。2対0で阪神が勝っております。ああ、勝ったか。そうですか。はい。はい、先発村上が、あれですね、2020年ドラフトで、うん。初勝利を完封で飾った。ああ、おめでとうございます。はい、いや、村上前回も好投してましたからね。そうですね。7回、あれか。うん、無安打ピッチングで。てか完全試合ペースだったのか。そう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 、完全ペースだったの。そうでしたね。まあだから、その、開幕当初の青柳が全然ダメになっちゃった代わりに、なんか新しい、こうね、まあ、新星が現れたって感じですよね。まあ、はい。一方でね、はい、中日もね、うん、高橋宏と頑張ってますけどね。うん、高橋宏とは頑張ってるね。なかなか勝ち恵まれません。うん、はい。うん、はい。じゃあ次行きましょう。はい。はい、マツダスタジアム、広島 DeNA ですね。はい、3対0で、広島が勝っております。勝ちが床田、負けが大貫、西武は栗林についていますね。なるほど。はい。そういうことですね。はい。はい、で、ナイターの試合終わりました。はい、神宮、はい、ヤクルト巨人ですね。はい。はい。4対2で巨人が勝っていますと。あ、4対2で巨人ですね。はい。勝ちがグリフィン。3勝目ですね。うん、はい。グリフィン。うん。はい。敗戦投手は、ライアンですね。小川。はい、西武は大勢についていますと。なるほど。はい。じゃあパリーグ行きましょうか。はい。お願いします。はい。パリーグの方ですね。こちらはソフトバンク対ロッテ。ですね、はい、これはあれか、ゾゾマリンかな、はい、ゾゾマリンですね、こちらがですねワンサイドゲームになりました、6対0でロッテが勝っておりますということでございまして、はいはい、これ勝ちが西野ですかね、はい、西野今年いいですね、西野今年いいですね、結構復活してるかな、うん、ということでございまして、ね、私ちょっと見てるサイトが悪いんですかね、全然細かい情報が出てないんですけどもね、はい、ということで次行きましょう、はい、こちらがですね、楽天、対、日本ハム、はい、こちらは仙台ですね、はい、楽天モバイル、はい、はい、楽天モバイルスタジアム、こちらがですね5対3で日本ハムが勝っております、はい、あら、はい、日本ハムが勝っておりまして、これ勝ち投手が、誰ですかこれ。噂はかな噂はですかね。はい。なんかその情報がないんだよ、これ。あららら。はい、ということで、ということになっております。はい、はい、それからですね、続きまして、こちら、オリックス対西武ですね。はい。はい、オリックス対、一時的に利用できません。ふざけんじゃねえよ。これどういうことだよ、これ。はい、オリックス対ロッテですけれども、オリックス対西武ですけれども、こちらがですね、4対2で、西武ライオンズの勝ち。はい。はい。ありがとうございます。ということになっております。こちら、勝ち投手は、高橋コーナーですね、コーナーですね、はい、はい、ということでですね、もう全然わかんないサイト見ちゃった、ごめんなさい、山本由伸に投げ勝ちましたね、そうね、由伸ですもんね、これね、うん、そうですね、由伸がやっぱりね、はい、うん、WBC の後あんまり調子が良くないのかもしれないですけどね、そうですね、そういうのがちょっとね見られますね、疲れがあるかも、はいうん、はい、ということでございました。では最後に一曲お聴きいただきたいと思いますけれども、はい、はい、やっぱりね、その世界の大きさを感じようっていうことでですね、うん、まあ私が浮かんできた曲の中でもやっぱりね、これはかけたかったね、はいはいはい、うん、まあ、なかなかその、いいテイクっていうんですかね、これを聞いてもらいたいなっていう、テイク。まあ、いろんなテイクがあるんですけど、これは。いろんなバージョンと言いましょうか。ね、あるんですが、それをちょっと探しあぐねてて、最後まで、ね、選曲するか迷ったんですけど、これは。うん。これ、ファイナルファンタジーの、メインテーマですね。まあ、よくエンディングで使われる、あれですよ。ね。
これのね、オーケストラバージョンですね。うん、うん、これをまあ聞いてもらいたいのもオーケストラバージョンというかね、そういうアレンジの、まあオーケストラアレンジというか、まあ実際にこれはオーケストラが演奏したものなんですが、はいはいはい、ああ、やっぱりね、あのゲームのエンディング、それこそあの4ビットとかの時代に作られた曲なのに、うん、オーケストラとのあれにもハマるっていうのはやっぱりね、上松信夫は天才なんだと思いますよ、やっぱり。そうだね。うん。やっぱね、ファイナルファンタジーやりきってさ、そんでさ、エンディングでこれ流れてきたらやっぱ泣くもんな。確かに。ああ。ということで、聞いていただきたいと思っております。ということで、はい、こちら、上松信夫を作曲、ファイナルファンタジーメインテーマ、プレイドバイロンドンフィルハーモニックオーケストラ。音楽制作ユニット、TikTok セカンドシングル、Be Our Lovers、Now on Sale。おばあちゃんとミカドのオールナイト埼玉。さて今夜の放送ももうすぐ終わりです。終わってしまいますね、うん、いやもう久々のというか、まあ最近は月に1回ぐらいやる感じになってますけど、そうですね、まあこのオールドスタイルっていうんですか、オールドスタイルオールドスタイル、オリジナルスタイルですかね2人でやるっていうのやってますけど、確かに、まあ、ストロングスタイルでね、ストロングスタイルでね何でもスタイル今スタイル今3つも並べたけどな、だんだんカンナムスタイルになってくるかもしれないですけど、カンナムスタイルうん、ね、兄さんはカンナムスタイルあれさ、日本語訳するとくっそつまんねえのなあれ確かにね、うんうん、オーパンカンナムスタイルってかっこいいけど兄さんはカンナムスタイル何みたいなね、ということですけど、まあでも本当2人でやってもさ、うん、なんかあれだね、当初さ、その月1パーソナリティさんいっぱい入れ出してから、あの2人でやるのちょっと怖くなってた時期あったんだよ俺。あ、そうね、僕今日怖かったですよ、意外に。あ、本当？いやだけど全然大丈夫だねなんとかね、うん、なんとか。そうかな、結構俺あのいつもと同じぐらい楽しんでるよ。あ、そう、いや、そうそうそう、うん、後半はねいい感じだったけどね、うん、で、反のあの、新コーナー的な感じの。あれ手探りしたけど、ね、うん。手探り、そう。だから、もう俺、おがちゃんに任せるよって言ったらさ、まあなんかすげえおっかなびっくりやってるからさ。なんだよ、と思いながら。まあでも、あれはあれでよかったよ。あの、そうね。何の打ち合わせもなしにやった割にはすごくよかったじゃん。確かにね。うん、そうですね。もっと面白いものをね、ニュースを探していきたいと思いますけどね。そうだね。できるといいよね。うん、はい。なんかこの無責任にコメントするっていうのも楽しいね。そうですね。いや、一応ちゃんとあの考えながらコメントしてんだよ、そうそうそう、俺も、うん。そう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 。うん、そうなんだけど、ね、うん。落としどころがね、だんだん見えてきますからね、本当に。そう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 。そう、喋りながら、そう、喋りながら落としどころを探るタイプじゃん、俺。どっちかっていうと。ね、もうネタの打ち合わせみたいな感じですかね、うん、あの、漫才のね。そう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 。だんだんこのネタにしていこうかみたいな。寄せていく感じでね。最後に。そうそうそう。あの、公開で、あの、練習やってる感じなので。まあね。練習垂れ流し放送ですけどね。うん、そう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 。ほんと。まあでも、もともとだってそういうコンセプトでやり始めた。そうそう。素人ラジオですからね、うん。素人ラジオだから。究極の素人ラジオね。うん。はい。うん。じゃあ、ということで、あの、来週のね、紹介をしていこうよ。ね。はい。うん、じゃあ、はい、次回はですね、月末といえば、うん、ということで、泉優オーナーが登場します。はい、そうですね、もう。まあ、月末が指定席ですからね、あの人ね。そう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 、そう、うん。月末以外何やってんだろうな、普段。
今日とか。いや、そりゃいろいろやってんだよ。そりゃいろいろやってますよ。出ましたら出ないですね、さすがに。出ない。出ないよ、出ないよ。そうそう。普通のね、ラジオ番組とかだとね、いきなり電話かけたりとかしますけどね、あれ。ああ、でも寝てるよ、絶対。あ、そうだね。うん、飲んで寝てますかね。飲んで寝てるよ。あの人、朝が早いから。あ、そうか、そっか。うん。もう朝、日の出の前からあの動き出すんだから、あの人は。確かにね。うん。ね、うん。はい、そんなね。うん、なぜか夜に弱いオーナーがやっている。そう、やってるバー。クラブサマータイムもございますよ。はい。本当に、だって、あれだな、回転したところは死んでるからな。でも、もう閉店ですよっていうところからエンジンかかるから、あの人。うん、実はあれなんじゃないの？早く寝すぎてて、10時ぐらいに起き始めるじゃないですか、普段も。そうなのかもしれない。10時ぐらいに。いや、そんなわけねえ。スロースターターなんだよね。本当にもう、はい、本当に追い込み馬にも程があるよと思うけどね。そうです、最後刺していきますからね。そう、最後刺し切ってゴールだから。はい、今日ミスした試合かもしれない。そうですね。はい。はい、で、はい、もう一つね、もう一つ、もう一つ、うん。はい、大人の部活動でございます。はい、そうですね。まあまあ、割と連続ですけどね。そうですね。うん。うん、まあでもいいんだよ、別に。はい。うん、まあ別にっていうか、例会があるからだな。そうね。うん。まあ我々、まあ我々というか、私が監督を務める、オールナイト埼玉&笑顔の港釣り部ですね。うん、そちらの例会がですね、なんと、あさって月曜日ですね、はい、にあるということで、こちらにですね、まあ、リスナーさんから、加入していただきました部員さんが、ですね、行くことになっておりますので、おお、はい、楽しみです。うん、だからね、俺と二人で前乗りするんですよ。いいっすね。うん、もちろんあれですよ、ホテルの部屋別ですよ、当たり前ですけど。、うん、そうね、うん、そう、もちろん別ですけど、うん、明日健全に当たり前だって。ね、明日新宿駅で待ち合わせしてこう行きますけど、はいはいはい、はい、いいですね、うん、前乗りして、っていう風に考えておりますが、はい、で、あれですね、カラオケ部の例会もついに一応、ね、まあ、最終決定ではないですけれども、はい、一応予定は決まったんですよね。そうですね、うん、金曜の夜にやる予定ではありますが、そうですね、はい、場所はちょっとまだ未定なんですがね、場所を見て大体でも、うん、都内かな、そうですね。まあ、都内某所、の予定ということで、はい、こちらも、まあ、今のところの予定では参加者3名というですね、感じですが、はい、感じですが、どうなることやら、ね。もしね、いらっしゃる方いれば、もうまだまだ、はい、お待ちしておりますんで、金曜の夜ですよ、金曜の夜。ね、はい、うん。空いてる人はどうぞ、本当に。投稿フォームからよろしくお願いします。別にそれ以外でも大丈夫ですね。はい。いろいろ。ということで、ね。てくださいね。まあ、直接連絡いただいても結構でございます。はい。はい、そうですね。活動を受けての、はい。内容もあるかなと思いますけどね。もちろんそれしかないでしょ、だって。いや、わかんない。新部活がどうなるかみたいな。あ、そうね。だから新部活会とかね。まあ、でもさ、もね、俺らがやってるばっかりじゃさ、って思わない？なんか。ね。だんだん寂しくなってきたよ、僕は。本当に。いつも同じメンバーしかいないっていうのは。そうね。ああ。確かに、ね。オンラインでもやれる部活とかもね、あってもいいかもしれないですね。うん。いろいろな場所にいるから。まあそうなんですけど、でもやっぱりさ、ね、ガチのアクティビティ企画なんだから、青春を取り戻せなんだからさ。確かにね。楽しもうよ、みんな。忙しいかもしんないけど。はい、ということで、いつものミニコーナーを含めた3本立てで送る予定です。うん、何が飛び出すかわからない。確かにわからないですね、うん、まだね。わかんないね。決まってないですからね。うん、次回の放送お楽しみに。はい、そして選曲テーマでございますけれども、羊だ、シープだ、ラムちゃんだってお送りする予定でございます。何言ってるかわかんないですけどね、本当に。やばい、羊さんがお亡くなりになりました。もうさ、もうなんていうの、こう、もう絞り出した感じよ、これ。まあ、ご存知のように、次回放送4月29日でございますから、はいはい、昭和の日なわけだな。うん。ね、昭和のラジオでね。やってるから、もうそんなのお手の物と思ったんだけど、ん？ちょっと待てと思って。
あ、違うんだね。そこでひねるんですね。そうだってさ、昭和な曲とかって言ったらさ、もうバレバレというか。いや、でもいっぱいあるかもしれないじゃん。いや、いっぱいあるけど、いっぱいあるけどさ、ね、それで喜んでんの俺だけっていう状態になるじゃん、絶対。そうかな。そうでしょうよ。だってみんな、あんた投稿できるかなみたいな。いや、だってあんたら知らないじゃん、だって。いや、ある程度わかりますよ。うん、いや、ある程度はだけどさ、おがちゃん知らないからさ、と思って、ちょっとまあ、でも俺もひねりすぎたかなと思ったんだけど、これ。で、ね、あの、昭和の日以外になんかねえのか、4月29日はと思ったわけよ。うん。したら、出てきたのが、羊肉の日。なるほど。で、俺、4、2、9じゃん。うん。羊肉で。あ、羊肉ね。羊肉で羊肉の日だって。なるほど。じゃあ、ジンギスカンとかね。ジンギスカンとかさ。ジンギスカンダンスありますよ、最近、ね。ある、あるよね。だから、もういろいろ、ね、いいんじゃないと思って。確、うん、かにね。だから、羊にちなんだ曲でもいいし、なんか羊っぽい曲でもいいし。羊っぽい曲って何と思う。何でも。で、ラム肉だから、ほら、ラムちゃんだからとかさ。あ、そうね。うん、ね、まあ、そういうので、なんか。マトンもありますよ、マトン。マトンもあるね。じゃあもう、マトン、マトンから行って、布団とかでもいいし、別に。もはや、何でもありになっちゃいます。何でもありになりますね。まあ、うん、まあ、でも、ちょっとやってみようと思った、ね。はい、そうですね、はい。冒険も大事です。冒険しましょう。ということで、来週もたくさんのお便りを、いつもの Google フォームと公式 Twitter、Instagram アカウントの DM にてお待ちしております。はい。はい、ということで、まあ、今日なんだかんだでほぼ時間通り行ってんじゃないの？そうですね。うん。ね。確かに。ほぼ台本通りだよ。そうだよ、そうだよ。しっかりやってます。しっかりやってるよ。うん。というような感じでございましてですね。味方さんにね、もうリールつけて、やってますから、今日。リール？リードだろ？うん、リードね。うん。もうだから、もう、あれだよ、もう、君はジョッキーだから、俺はもう、好きなように走る馬だからね。本当に。落とされないようにね。もう、ちゃんともう、常に俺はかかり気味で行ってる馬だから。本当に。白毛多いから。もう、ちゃんとほら、ジョッキー、小川ジョッキーはちゃんとね、折り合いつけてもらわないと困るわけよ、僕。めっちゃ折り合いつけてたけどね、こうね。そう、今回はだから。今日はいい。すごい、折り合いがついた競馬をしましたよね、今日は。いはいはい、それでね、喋りすぎてると、エンディングが伸びる。そうそう、伸びるってことになるからね。はい、ということで、まあ、少し名残惜しゅうはございますけれども、そろそろお別れの時間ということにしたいと思いまーす。はい。ババンババンバンバンアビーマーロンボンはい、ということでございますね。めっちゃ溜めましたね。溜めたよ。はい。かかり気味だったのに。そう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 。溜めて溜めて。溜めてます、ね。最後差し切るみたいなことで。もうなんか最後まかないといけないです。本当ですね。もうダメですね、これはね。もう今日は本当にね、なんか何なのかよくわからない話をいっぱいしましたが、ね、なんだかよくわかんないけど楽しかったっていう。そうですね。いや本当なんかね、酒飲んで酔っ払った感じの放送でしたよね。そう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 。でまたさ、あれだよ、生徒のリスナーもなんか増えたんだよ。あ、そうなの？そう、ほら自己紹介カードのに俺答えていったからさっていう。はいはいはい、はいはい、ということで、今週も楽しい2時間でした。お相手はおがちゃんとみかどでした。次の回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう。さようなら。